はい、えー。皆さん、こんにちは。入門講座民法第1回目の講義を始めます。担当はレクセンに講師森剛義です。よろしくお願いします。はい、えー。今日からですね、民法1回目ということで、このまあ民法の、あの、私が作ったレジュメと、あとは、あのセブ、お持ちの方はですね、このセブンサミットの1っていうものを使っていきます、えー。民法はセブンサミットが1、2、3とありますので、1の方を間違えずにお持ちください。はい。 で、えーまあ、今日からですね、えー、いよいよ民法、個別の法律に入っていくんですけども、じゃあどんな話をするか。まず、えー、民法ね、最初はまた、あの、総路則って言って、まあ全般的な話をしてから、まあ条文の最初から見ていくような構成になっております。はい。で民法総則民法序論、民法入門ということで、えー、まず民法とは何かから説明しますと、えー、民法とは、えー、司法の一般法なんですね。全体行動編でも軽く説明しましたが、 二つの要素があって、えー、司法のという,う、性質と、一般法っていう性質があります。司法の一般法。で、司法のっていうのが、えっ、ー、と、まあ、人同士ですね。一般的な詩人って言うんですけど、まあしあ、司法のの方を人って書いたら詩人じゃないですか、詩人。詩人っていう、我々一般的な公務員とかとは違ってね、一般的な立場の人同士の法律です。はい。で、 えー、この赤の部分がですね、えー、要するにここですね。国と国民の関係についてではなく、対等な人と人との間に生じる、えー、権利義務の関係について、これがね、赤い部分。司法っていうのはそういうこと。うん。国と国民とかだったら、これまた行政法とかね、そういう話になっちゃうんで。で、青の方は、特別法に規定がない場合に適用されるってことね。 特別法。まあ、あの、全体構造変化とクーリングオフの話とかしたと思うんですけども、他にもいろいろ、あの、特別法っていうのがあるので、で基本的には、こういう話を学んでいきます。だから、売買契約とか、我々が、普段日常で、おそらく経験があるようなコンビニ行ってものを買うのも、あれば民法の規定が適用されているわけですね。うん。で、この民法っていうのは、本当にめちゃくちゃ大事な科目なので、本当に、あの、民法を制するものは、司法試験を制するなんていうような言い方もされてて、それは司法試験以外の科目にも言えることなんですけども、 理由としては、ここの知識がないと、あの、他の科目もですね、あの、何ていうのかな、影響が出ちゃうんですよね。憲法とかも、あ民法関係ないんじゃないのって思うかもしれないんですけども、憲法とかだってですね、あの、元々は民事訴訟から発展していって憲法の問題が出たりとかっていう、基礎は民法にあったりしますし、じゃあ、刑法は関係ないでしょうって言っても、刑法とかだったら、あの詐欺とかって、ね、あの、いや、刑法で詐欺罪あるじゃないですか。 あの、思いっきり民法の、あの、問題が、あの、分かってないと、分からないわけですね。詐欺自体。だって契約、売買契約とかするときに騙されて、で、なんかこう、なっていって、それがどういうとこまで騙されたら罪なのかっていうところの民法の知識っていうのが出てくるので、民法はもうすべての科目の基本だと思ってください。はい。で、えー、権利の主体ですね。え、これ、自然人と法人ってやります。で、今日のメインテーマは、自然人と法人です。 この二つの違いをしっかり理解してほしいんですけども、まず自然人って、もう何も、あの、あれですね、あの、意識しなくていいです。我々普通の人間です。で、法人っていうのが特殊ですね。法人っていうのは会社だとか学校だっていうふうに人が集まったりして、えー、出来上がるものですね。まあ会社とか典型連なんで、もう会社だって。基本的に、まあ、あの、民法で出てくる法人はまあ大体会社です。会社。うん。で、こういうのは権利の主体って言って、つまりですね、 あの、権利っていうのは、あの、自然人と法人を主体とする。つまり、自然人と法人が権利を持つことはできるんだけども、他のものが何か権利を持つっていうことはですね、ちょっとあり得ない話になってくるんですね。うん。まあ、それはまた後で詳しくやります。そういうの権利能力っていうんですけどね。で、えー、じゃあ、いつから人は権利を持つのかっていうと、ここですね試験、そういうの試験っていうんだけどね、試験の共有は、出生に始まる、生まれた時から、 生まれた時は我々、生まれた時から我々は権利を持つことができる存在なんですってことが示されています。で、外国人ちょっと特殊なんで、これも一回読むだけでいいです。マイナーなんで覚える必要ないんですが、外国人は法令または条約の規定により、禁止される場合を除き、主権を共有する。共有っていうのはまあ権利を持つことができますよということで、まあ、当然外国人も原則としては権利を持つことを当然できます。そして、大事なのは法人の方だね。人が権利を持つのは当たり前なので、法人。 法人は法令の規定に従い、定館、その他の基本約款で定められた目的の範囲内において権利を有し義務を負うということで、ちょっと自然人と比べて限定入ってるの分かりますかね。うん、こういうとこちゃんとね、あの法学部とか法律の勉強するときには読み落とさないでいきたいんですけども、目的の範囲内において権利を有し義務を負う。 うん、なんか、何でもかんでも権利義務があるわけじゃなくて、なんか制限があるなっていう印象が持てますかね。これはまた後の方で、今日のレジュメの後の方に出てきます。はい。そして、あ、今やってるのはあの民法の言葉の説明だと思ってください。次に、債権。これはですね、本当に初学者の人は一番まず理解してほしいのがこの債権という言葉で、えー、その次に物件って書いてあるんだけども、物件の方がわかりやすいのかなと思うんですよね。 所有権とかって聞いたことあるんじゃないかと思うんだけども、我々がね、あの何か買ったら、所有権を持つことができますよね。買ったものは自分のもの。自分のものっていうのが所有権。物件。なんだけども、債権っていうのは人に何かを要求する権利なんです。ここですね。ある人が、ある人に対して特定の行為を要求する。だから、誰が誰に何をっていう、この3つの要素で成り立つんですね、債権は。誰が誰に何を要求するのか。です。 はい。で、えー、で、これ別にお金とは限りません。が、お金が多いですよ。お金払ってねが多いんだけども。だから、399条を見ると、債権は金銭に見積もることができないものであっても、その目的とすることができると。ん お金とか何かお金の価値があるものとかじゃなくて何か行為をしてもらうとかねあの歌を歌ってもらうとか歌手とかは絶対そういうふうな契約するわけだよね歌手はじゃここで歌を歌いますからっていうことでそれは歌手は歌を歌うっていう債務債権の反対が債務なんだけども あの債権を実際にやらなきゃいけない義務を債務っていうんだけども、歌手が、例えばそのコンサートとかで契約したら、えー、きっと歌を歌うっていう債務があって、コンサートの主催者は歌手に対して歌を歌ってくださいっていうね。コンサートの主催者が歌手に対して歌を歌うことを要求する権利がある。これじゃあ歌わなかったらどうなるんですかっていうと債務不履行だよね。っていう話です。これが債権ですね。いろんな種類があるんです。 だから、それと照らすと、物件っていうのは、実はですね、種類が決まってるんですね。物件は、この法律、その他の法律に定めるもののほか、創設することができない。どういうことかっていうと、物件って、こういう物件の種類があるんですよって、種類が決まってるんですよ、法律上。で、他の種類を自分で勝手に作れないんですね。俺、こういう物件発明したんだけどとかは、許されないってことです。ただ、債権は自由です。債権というのは、あの、 お互いの同意があれば、こういうことをやってくれませんかいいですよって言えば、それで債権が発生するんですよ。法律にこういう種類の債権しかダメだよって書いてなくて、いろんな種類の債権、法律にないような債権もお互いが同意すれば原則として約束できますから。そういう意味で、えー、物件は債権と違って、法律に種類があるものしかダメ。これも詳しいことは物件のところでやります。ただ言葉として一つ覚えておくというのは、この、えー、と物件は法律に定めるめのがあるものだけだっていうことをですね、 物件法定主義という言葉があります。まあもうその漢字のまんまですね。物件は法律で定めるという主義です。物件法定主義。だから債権法定主義なんていうことはないんだよっていうこと。物件法定主義。で、この 物件と再建。物件と債権は誰が持ってるのかっていうと、ここですね、えー。自然人と法人なんですね。物件と再建の主体となれるのが自然人の法人。で、これらの権利関係を決めているのが民法だということ。これが民法入門っていう感じです。はい。ここまで分かっていただきたいのは十分です。で、次第2、第二節。民法の全体図。はい、えー。これはですね、まず民法っていうのは意思表示っていうのがすごく大事な要素になってくるんです。 意思表示っていうのは、ええー、まあ言葉だけ見ると、なんか自分の考えを表すみたいな感じがするんだけども、えー、考えすべてを意思表示っていうわけではないんですね、法律の世界でね。なんかあの映画面白かったね、なんていうのは、それはただの感想であって考えではなくて、考えというか意思表示ではなくて、意思表示っていうのは何か法律上の効果を目指したものを意思表示って言うんですよ。例えば、あの、コンビニとか行って、まあ、コンビニでこれくださいっていうことはないんだけども、レジで持っていく行為も、これも意思表示なんだよね。 黙ってても意思表示ってできて、えー、レジに置いてある商品を手に取って、その店員さんの前に差し出す。これ意思表示と言えます。これを買いたいですっていう意思が店員さんに伝わりますよね。そうれうに意思表示って言って、店員さんは、あ、この人これを買う意思があるんだって思って、えー、それを処理するんですよね。多分別にコンビニのアルバイト行ってもそんなことならないと思うんだけども、<laughs> 実はそういうことが法律上は行われているわけなんですよ。なので、そういう意思表示って言うんですね。で、意思表示って、意思表示がないとつまり、法律の契約とかは発生しえないんですよね。 黙ってて、なんかいつの間にか契約完了してましたって、それちょっとありえないじゃないですか。うん、なので、えー、ちゃんと意思表示って何か、えー、言葉で言うか、もしくは動作とかで伝えなきゃいけない。ただ、でも意思表示って曖昧じゃないですか。さっき言ったように、あのコンビニの商品を持って、その場にあの差し出すのでも意思表示ので成立し得るので、じゃあどういうものが意思表示になるのかとか、意思表示にあのミスがあったらどうするっていう。じゃあ、こなんかね、あの、これ、あの、何でもいいんだけども、 なんか、ツナマヨを買いたいと思って、なんか、たらこマヨネーズ持っていっちゃって、差し出しちゃいましたと。あ、間違ったってなった時に、じゃあどうするみたいな、そういうのを、また意思表示のところで勉強します。で、その前提として、意思表示ってこういう流れになってるんだってその言葉の説明だけしとくと、普通、なんか意思を表示するときって、あの、このステップを踏むんですね、当然ね。動機がまずあると。だっておにぎり食べたいとか、お金が必要だとか、動機がある。 で、動機があるから、その動機に乗、えー、っ取った公開紙っていうのをまず、なんか効果を欲する意思です。ね、あ、おにぎり買いたいなとか、えー、車売りたいなとかね。そういう公開紙が発生しますね。で、それを、あ,あの人に表示しようと。これ表示誌ね。うん、ここは出て、あの、違うのわかりますかね。皆さんも、なんか普通にスーパー入って、これ買いたいなって思うのと、よ、買う、持っていくっていうのはちょっと、ちょっと違うじゃないですか。 だからまあそういう、その程度の話です。公開しがあって、要しもう持っていこう、これを持っていこうっていう表示しがあってで、実際持っていく、えー、買います、えー、売りますとかって伝えるのを、え、最後のこういうこの表示行為って言うんですね。で、この中のどっかのプロセスに、例えば何か間違いがあったらどうするんだ。そういう時の話が、えっ、ー、と、また、あの、2回目以降に出てきます。はい。で、続いてはですね、契約の解釈。 え、これ契約っていうのは、あの、ま、自由にできるので、え、契約の本当の中身って、例えば A さんと B さんが契約したら、A さんと B さん以外誰も分からないわけですよね。うん。でもそれって A さんと B さん以外分かりませんだったら、あの、争いって解決しなくて、裁判所とか何も言えなくなっちゃうじゃないですか。だから契約っていうのは、何らかの解釈の方法が必要なんですね。 うん、その時に使うのが、えー、この、えー、強行法規公助老読、当事者の合意、えー、監修任意規定というもので、えー、この不等号をつけているのは、この順番で強いんですね、うん。こっちはこれに勝てないんですよ。つまり、まあ、強行法規前回やりましたね。うん、強行法規、ね、当事者の合意は、あの任意規定って言って、あの例えば、あの 仕事の完成と同時に報酬を支払うっていうね、あれは同時なんだっていう規定があるけども、それ別にずらすことはできる。だから、同意があれば、合意があればずらすことができるんだけども、同意があってもダメなのが強行規定ですね。で、同じように控除・朗読っていうのが、もうそれはもう絶対に一般的に、あの、許されないような行為のことを言います。うん。あの人を殺してください。わかりました。で、これに一応契約としてお互い合意成立してるんだけども、でその人を殺してもらうっていう権利を、 もしこれ要求する権利を法律に認めるんだったら、人殺さなかった時に裁判所に訴えて、あの人は人を殺さなかったって。だからなんか、あの、契約不利口だとか言って、裁判所が、そうだ、君は人を殺してない。なんて悪いことをするんだっていう裁判になっちゃうんですよ。だから、それを、そんな裁判おかしいから、そういう契約は最初から無効にしなきゃいけない。工助、工族朗俗に反する契約は無効にすることで、裁判官がそんなおかしなジャッジをしないようにするっていうのが、工助老俗です。で、まあ、これをクリアしていれば基本当事者の合意が最優先。 当事者の合意にのっとった契約の実現を目指してもらって構わないんですけども、ただ、合意って、何でもかんでも事前に仕切れるかっていうと、そうじゃないんですよね。 うん、例えばなんか、それこその、あのこ、コンサートとかっていうのは、じゃあしてくださいってなった時に、その、例えば、えっ、ー、と、どこでも沖縄とかでコンサートしてくださいってなった時に、もう台風が直撃しちゃって、どう考えてもコンサートできないなってうになった時に、じゃどうしようか、こういう時、コンサート、えー、できないよねってなってね、もうしなきゃ債務不履行って言われたら溜まったもんじゃないですから、その時に、じゃあ台風とか来たらどうするって事前に決めてたら、何の問題もないけど、もう決めてなかったらもう問題だらけじゃないですか。その時に、監修とかに来て、 ね、じゃあこういう時一般的に音楽業界ってどうしてるんですかとか、その業界の監修とかですね、え、任意期でですね、あの、なんか、当事者の一方の攻めに傷すことができない自由でタイムが履行できない時とか、なんかいろんなルールがあるんですよ。そ決めてなかった時に頼るのがこの二つです。で、ただ監修はあんまり司法試験で出てきません。一応乗っけてるけどね。だからまあ基本的には、やっぱ一番多いのはここです、ね。ここを、 ここを勉強するのが一番多いかなってイメージですね。まあ、もちろんここも勉強するんだけどね。強行法規に言いて、ちゃんと法律の規定勉強して、場合によっては当事者の合意っていうのも考えていって。まあ、この強行法規、まあ、主に、なんていうのか、問題になるのは、これと、これと、これかな。うん。あんまり監修工場老俗は、あのー、こんなに出てこない。<laughs> あの、人を殺す契約とかね、出てくることはないと思うし。 という感じですね。一応こういう順序で契約を解釈していくんだということを分かってください。続いて、えー、じゃあ契約の成立ですね。解釈するも何も、まず契約が成立してないと出発しませんから、どういうことがあれば契約成立するかっていうと、契約は、えー、契約の内容を示して、その締結を申し入れる出ましたね。意思表示です。こういう意思表示っていうんですね。今日も契約してくれませんかっていう意思表示があって、これを申し込みと言います。 で、これに対して言われた側が承諾したときに成立します。で、2個を見ると、契約の成立には法令に特別な定めがある場合を除き、えー、書面、その他の、えー、公式を具備することを要しないとで。これ何言ってるかっていうと、まあ1個を見れば明らかなんだけども、契約って あの、申し込んで、相手が承諾したら、成立するって書いてて、それ以外、こういうことしないと契約成立しませんよなんて書いてないじゃないですか。それを2個は、あの、補足してるというか、それをまあ、当たり前のことを繰り返してるだけなんですね。だから皆さん、よく、契約書っていうのをね、あの、まあ、なんか契約するときに作るかなと思うんだけども、あれ、何のために作るかっていうと、別に、契約の、えっと、成立をさせるために作ってるんじゃないんですよ。 契約書がなくても契約って成立するんです、原則としては。意思表示だけです。申し込んだら、うん、わかりましたって言ったその瞬間に契約って成立させることができます。じゃあ何のために契約を、契約書を作るかっていうと、これをはっきりさせるためです。だから、これをはっきりさせるために契約書を作ってると思ってください。だって、その時の合意って、その時記録しておかないと後でわからなくなるでしょ。 さっきのコンサートみたいにさ、あの、台風が起きた時どうするって契約書に書いてなかったら、もし事前に約束してても、わからないですからね。うん。わからないし、裁判になった時に、あの、証明できないですね。裁判になった時に、あの、証明とかができなくなっちゃうから、えー、そのためにですね、えー、わざわざ、こういうの作ってるだけで、別にそれがなくても契約は成立します。 だけど、普通、あの、大きな会社とかと契約するときは、これ、え、作らないと契約してくれませんね。だって、あの、後で裁判で揉めたら困るから。だから、まあ、えー、現実的には契約書を作るんだけども、えー、法律上は、あの、作らなくてもいいよと。で、ただ、気になるのはここだよね。法令に特別な定めがある場合を除きだから、契約書とか書面を作らないと、そもそも契約自体が成立しないっていう場合もあります。これ、一つ例を挙げるとですね、 一つ例を挙げると、民法の446条、持ってる方引いてほしいんですが、446条2項なんですね。あの、6本持ってる人はもし、よかったら引いてみてください。民法の446条2項で、これ、えー、何について挟めてるかっていうと、保証契約というものなんですよ。保証契約。 聞いたことないですかね保証って。うん。保証って何かっていうと、人の借金をですね、その人の、その人が払えなくなった時に、代わりに自分が払いますよっていう約束です。こういうの保証契約って言いますが、えー、この保証契約っていうのはですね、あの、書面でしないと、あの、ダメって法律に書いてます。446条2項ですね。えー、ちょっと読みますね。446条2項。保証契約は書面でしなければ、その効力を生じないって書いてるんです。 えー、保証契約は書面でしなければその効力を生じない。だから、あ、あの人の借金私保証しますよって口頭で言ってもダメっていうルールがあります。これは保証契約って重い責任を課される。何のメリットもなく重い責任を課されるんですよね。あの、売買契約とかは、あの、お金払う代わりに物をくれるからいいんだけど何のメリットもなく、その、お金だけ払わさ,せされるから、それは慎重にやってねっていう趣旨でわざわざ法律が、なんかその、あれですね、新作地のというか、 そういう意味で付けてるっていう感じです。こういう、でもそういうのがない限りは、書面はいらないよっていうふうなルールになってます。はい、では、次ですね。えー、契約の有効性ですね。えー、契約っていうのは、まず、有効に成立するには、いくつかの条件をクリアしなくてはなりません。まず一つとして、当事者の有効性ですね。うん、極端な話さ、 あの、動物と契約して契約成立したって考えにくいじゃないですか。それは契約有効に成立しないよね。それと同じで、まあ、動物だけじゃなくって、まあ、いろんなところで契約が有効に成立しない場合があって、意思能力と行為能力っていうのがあるんですよ。で、契約が有効に成立するには、この意思能力と行為能力が必要だって言われていて、意思能力っていうのは、えー、事故の行為の結果を弁識するに足りるだけの精神能力。要するに判断力です。うん 何もわかんないような、うん、一歳の子供と契約できますかっていうとできないですよね。うん。という話です。人でもね。うん。で次に、行為能力。え、事故の行為により法律行,行為の効果を確定的に事故に帰属させる能力。うん。これも未成年とか制限されるって言われてて、この意思能力と行為能力の違いって、あのー、難しいんですけども、これ後でがっつりやるので、ちょっと今はここはさらっともう次進みます。で、とにかくこういうのがないと、まずいけないよっていう有効要件ね。 まあこういうのがあると。普通に大人同士の,あの契約だったらこれクリアですよね。契約の客体ないし内容についての有効要件。さ契約成立しましたと。でもこの3つの要件が、えー、クリアできないといけなくて、まず確定性ですね。ちゃんと契約の中身がふわっとしすぎではダメです。うん。何かしら売ってください。はい、わかりました。何かしら売りますって。これ契約って言わないじゃないですか。確定性がないから。中身がないから。これ何かしら売るとか、こういうのを契約として不成立、罰ってことね。 次、違法性ね。はい。覚醒剤売ってください。はい、覚醒剤売ります。これ違法だよね、覚醒剤ね。で罰ってことです。刑法で禁止されてますよね。で、次、社会的妥当性。あの、刑法で禁じられてないけども、社会的に妥当じゃない契約とかは、あの、有効と言えなくて、例えば愛人契約ね。お金払うから愛人になってくれ、わかりましたみたいなのは、あの、まあ、ダメだっていう,いうようなこともあって、こういうのはダメだと言われてます。まあ、基本的にこの辺も、まあ、この辺でも、なんか問題になる司法試験の問題ってほぼないので、 まあ、普通はこれはクリアされています、うん。で、3つ目ですね。はい。契約をなす際の意思表示についての有効要件。これはよく出ます。ここに書いてある条文はどれも司法試験に出ておかしくないようなものばかりです。詳しくはまた、あまあ、時間以降かな、になるんですけども、まあ、心理留保、虚偽表示、錯誤、詐欺、脅迫って読めます。皆さんにとって馴染みあるのは詐欺、脅迫じゃないですか。騙されて契約しちゃった。脅されて契約しちゃった。 ね。うん。っていうのは、あの、確かに、医師は表示したんですよ。はい、契約しますって言ったんだけども、騙されて言われたり、脅されて言われたりしたら、それは有効とは言えないんじゃないか。こういう問題も出てくるわけですね。はい。じゃあ、契約が有効じゃなかったらどうなるかっていうと、この無効と取り消しっていうのがあって、この無効と取り消しって似てるけど違うので、これはしっかりと法律勉強する上では区別してください。え、無効っていうのは、 特定人の行為を必要とすることなく、最初から当然に契約の効力が生じないことです。うん、まあ、赤ん坊との契約とかはもう無効ですね、うん。契約がそもそも成立する可能性がないんで、最初から契約がないんですよ。で、一方で取り消しっていうのは、特定人による取り消しという行為があって、初めて契約の効力が否定される。これ、だから、詐欺とかだと思ってください。これまさに。うわ一番わかりやすいのは詐欺です。 つまりね、特定に、つまり、騙された人が、あ、あれ、騙されたわって気づいたときに、あの契約なかったことにしてくれってやっぱり言いたいじゃないですか。それを取り消しっていうんです。つまり、逆に言うと、騙されたんだけども、いや、確かに騙されたけど、なんかよくよく考えたらなんかいいなとかね。例えば、なんかこの、このツボをすごい高くなるとか、騙されて買ったけど、なんか本当に高くなってきたぞみたいな。じゃあもうこれ取り消さずにもう俺のツボにしたいみたいなことのときは、これ取り消す必要ないですよね。有効にすればいいんですよ。 こういうのは、つまり、えー、その人がですね、騙されたら嫌だって言って、取り消しという行為をして初めて契約の効力がなくなるのだって、その騙された人が、まあいいや有効でもと思ってれば、もう有効なんですよっていう、それが取り消しですね。で、向こうはもう最初から向こうです。もう誰が何と言おうと向こうっていう違いがあります。これも詳しくは違うところでやります。はい、で続いて、えっと、効果貴族要件ですね。これも代理の話です。 はい。これも本当に詳しくは代理でやるって感じなんですが、えー、99条1個。代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずると。これ、代理人が出てくると基本的に登場人物が3人いるんですよ。よく使うフレーズは、あの、本人。本人っていうのと、代理人っていうのと、 えー、相手方ですね。っていう三人がよく代理が出てきたときに、えー、よく出る三人で、で、代理っていうのはこの本人のために代わってなんか契約とかを結ぶ人なんですね。なんか自分は詳しくないから代わりにこういう契約しといてねって言ってお任せする感じ。で、わかりましたと。あなたのために私が代わりに契約しますっていうのが代理人で、その契約をする相手方がここ。で、ここですね。ここで意思表示するんですよ。 ここでお互い意思表示する。で、ここで意思表示して生まれた法律効果が、誰に効果が生まれるかというと、この本人に生まれますよって話ですね。これが99条の書いてる内容です。代理人がその権限内において本人のためにすることを示して、私代理人ですって言ってした意思表示は、本人のために直接効力を生じますよということになります。はい、詳しいことは代理でやりますね。 で続いてはですね、えー、契約の効力発生要件。これほんと細かい話なんですけども、あの契約が成立して、じゃあ契約の効力がいつ発生するかっていう問題で、これは、えー、大きくですね、条件と期限っていうワードの意味が分かれば十分です、今は。でまず、条件って何かっていうと、もう日本語社もそうだと思うんだけども、えー、条件って実現することもあればしないこともあるじゃないですか。それを条件って言うんですよ。 例えばですね、えっ、ー、と、こういう、えー、法律にこんな言葉があります。えぇ、ー、127条1項。停止条件、月法律行為は、停止条件が成就した時から、その効力を処分する。つまり、その時からだから、これが効力発生要件ね。契約の効力が、えー、発生するかどうか。契約自体は意思表示ですでに有効に成立してるんですよ。 でもその効力が発生するってどういうことかっていうと、例えばね、〇〇試験に合格したら10万円あげるよって約束するじゃないですか。その約束自体はもう分かった。じゃあ頑張って試験受けるわみたいな時にもう成立してるんですね。でも実際に10万円もらえるのって試験に合格した時でしょその実際に契約の中身が実現するのが効力発生って言って、それは試験に合格っていう条件を満たした時に初めて、 え、条件が、クリアで契約が、効力が発生するから、こういうのを停止条件っていうんです。ね、ここ、まあ、停止条件で書いてるからね。だから、停止条件って、もう一個実は解除条件というのがあって、この二つがですね、めちゃくちゃ分かりにくいんですよ。小学者のうち。めちゃくちゃ分かりにくい。多分、最初に分かりにくいランキングっていうと、まあ、意思能力、行為能力も結構上位だと思うんだけども、多分、停止条件、解除条件もなかなかの上位だと思うんですよね。うん、対象分かりにくいランキング作ると。 で、これね、まあ、ただ、条文見ればわかるんですね。解除条件条文見ると、解除条件付き法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失うって書いてるんで、要するにこれは逆に効力がなくなるんです。なくなる方。だから、ここで例で挙げたように、10万円を先に贈与するってし,しといて、ただ、お前落ちたら、落ちたらそれ無効だから返すよみたいな感じ。 もう私とかはもう頑張って10万、お金いるだろとか、これで教材変えようみたいな感じでね。でも落ちたら無効だぞみたいな。その、落ちるっていう条件が発生することによって、もともとあった法律効果がなかったことになるのが、これを、この条件を解除条件っていうんですよ。満たしたら効力発生するのが停止条件。満たしたら効力なくなるのが解除条件です。 で、この二つは、条文の一項、二項を見れば、もう明らかに分かる。停止条件は生ずる、解除条件を失うだから、まあ、ね、ここ一応見とこうか。停止条件は、生ずる、えー、解除条件は、失うだから、あ、なんだ、ここ見れば分かるじゃんかと。もう分かりました、私はと。ここは見れば、ね、書いてるから、いい論文は6本見れるんでしょって思った人、えー、担当は6本見れません。 なので、担当はこれ当たり前のように分かってる前提で聞かれるので、担当の時に停止条件、解除条件、条文引けないので、担当の時は絶対これがどっちかどっちかを覚えとかないと問題解けませんので。うん。で、言葉の意味なんですけども、よくある説明っていうのは、あの、なんで停止解除って言葉を使ってるのかっていうと、条件が満たされるまでの法律効果が停止していると、えー、覚えるんですよ。停止、つまり、これだったら10万円が、 法律、あの、司法試験合格する。あ、これ、<laughs> ぼかしたのに、司法試験だとすると、司法試験って、えー、例えばとすると、それ合格した時に初めて、10万円が自分のとこにやってくるんでしょ合格するまで、10万円は停止してるんですよね。自分のとこ来てくれない。合格して初めて、10万円がやってくる。じ合格して、条件満たして、条件満たしてやってくる。条件満たすまでは停止してる。だから停止条件って言って、この解除条件っていうのは、条件が、 え、満たされたら、その法律効果がなくなる、なくなるっていうのは解除という意味になるので、条件が満たされたらなくなっちゃうこと。目の、ね、ちゃんと自分の手にある10万円が落ちるという条件が発生した瞬間に解除という形でなくなっていくんだっていうイメージ。なので、その言葉を使ってるっていうふうに理解していただくといいですが、まあ、覚え方一つのなので、これは本当に一般的なこういう覚え方だよって言われてはいるんですけども、まあ、どんな覚え方でもいいので、この二つは覚えておくようにしてください。 次いきますね。今度期限。これは簡単です。本当簡単。期限は、あの、必ず実現するものを期限と言います。例えば、来年の3月とか言われたら、来年の3月って絶対に来るじゃないですか。何があろうと来年の3月はやってくるので、こういうふうに必ず来るものを期限と言います。これ条文、条文2つあって、法律行為に指揮ですね。これは、指揮を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまでこれを請求することができない。 うん、だから、来年の3月になったら10万円払いますよっていうのは、来年の3月が期限なんですね。これが来るまではお金払わなくてもいい。こういうのを四季って言います。逆に周期はその逆に終わる、終わるって書いてるからもうそのままですけども、法律行為に周期を付したときは、その法律行為の効果は、期限が到来したときに消滅します。来年の3月まで働きますねって言った人は、来年の3月になったらもう働かなくてよくなるわけですね。それが周期ですね。まあこれは簡単だと思います。これはまあ特に。 しなくて大丈夫次、まあ、物件ですね、はい。物件っていうのは、ええー、物に対する、あの、権利のことなんですね。債権っていうのが人に対する権利なら、物件は、まあ、物、物に対する権利です。で、物件っていうのはですね、あ、じゃなくて、えっと、物っていうのはですね、物っていうのはですね、えー、法律上2種類あって、まずですね、不動産と動産なんですね。これは非常に大事な、あの、が概念なので、理解してほしいんですが、まあ、不動産と、 不動産ですね。まあね、言われなくてもっていう人も多いかと思いますが、えー、不動産って何かっていうと、土地とその定着物です。つまり、まあ動かないものですね。土地ってまあ人の力で動かせないですよね。で、土地に定着物、もう建物とかだと思ってください。建物。お家とかビルとか、そういうものです。それも動かせないよね。そういうのは不動産って言います。で、それ以外の物は全て動産。 もちろん物じゃないきゃいけません。物です、物。なんかその概念とかダメです。エネルギーとかなんか、気合とかなんか、そういうのは、あの、動産じゃないです。あの、物ですね。ちゃんと、もちろんこのペンでもいいです。このペンも物ですね、はい。で、物件にはで種類があって、まあ、所有権とか、占有権とか、溶液物件とか、担保物件とか、ざっくりと分類できて、まあ、これ説明すると、所有権というのは、えっ、ー、と、まあ、 一番完全な物件なんですよ、これ。まあ、完全体だと思ってください。あの、もう全員吸収したセルです。要するに。<laughs> あの、全員吸収したセルです。伝わるかなその、ジェネレーションギャップがあったら。とにかく、まあ、それしかちょっと例えにかう、ま、うま、くいらなかったけど、まあ、そんな感じ。うんあ、ドラゴンボールの話です、今のは。で、まあ、つまり、あの、完璧なんですよ。使用とか収益とか、え処分っていう、結局、物に対する、あの、まあ、権利っていうのは、あの、この3種類なんですね。 それを使えますかと使えます。え、それを使ってお金儲けできますかできます。それを自由に処分できますか捨てたり売ったりできますかっていうことですね。家で言うと、仕様っていうのは売ること、あ、ごめん、えっと、住むことですね。家に住むことをしようと言います。家を人に貸してお金をもらうこと、賃貸借契約することを収益と言います。家をもう売るとか壊すとか、もうあの、処分する、ね、これを、えー、全部することができる。全部自由にできる権利を所有権。これも完璧です。 完璧ねうん、であとは、えっ、ー、と、占有権ですね。これは単にですね、占有しているという事実状態を保護するもので、あの占有している人は、なんかこれをまあ、持ってるっていうものに対して保護を与える。まあ、持ってる以上は、えっ、ー、と、意味なく人からこれを奪われないっていう権利はあります。ただ、それだけですね。持ってるだけで別に、あの、勝手に損したらダメだし、うん。持ってるっていう状態。次に、擁益物件。擁益物件は、あの、 他人の土地を一定の範囲で使用収益し得る権利です。だからこの使用と収益の,あの使用と収益ですね。つまり所有権のうちの処分を除いた2つですね。この2つを合わせて、用益物件です。用益物件。この土地自由に使っていいよって言われたら、まあ、その土地自由に使えるんですよ。 でもだからといって、なんか、まあありえないけど、土地壊すはちょっと無理かもしれないけど、まあ建物だったらそ壊せると思うんだけど、うん、この建物自由に使っていいよって言われたら、もちろんそこに住んでもいいし、まあ許可があれ、あの、貸してもいいし、使用収益できるんだけども、壊しちゃダメだよね、さすがにね、うん。これが物件との違い。ああ、所有権との違い。使、う、用、ん、収益物あ用益物件っていうのはそういうことができる種類の物件です。壊すのはダメ、売ったりするのもダメ。で逆に、担保物件っていうのは、 あの、このむ、むしろ処分の方に重きがあって、タイムの履行を確保するための権利で、例えば、あお金貸してくださいって言って、あの、何でもかんでも貸すと、返してくれなかったらまずいから、なんかこう、担保とかを取るんですよ。銀行とかがね、あの、会社の持っている土地とかあの、そういう建物とかそういうものを担保つけて、その会社がお金を返せなかったときは、銀行とかが、会社の代わりにその、えっ、ー、と、土地とかを売ったりして、 売れたお金を借金に充てるんです。つまり、売るっていうのは本来、本来所有者である会社しかできないのに、その権利を、あの、まあ、お金が返せなかった時に銀行に与えるようなイメージです。こういうのを担保物件って言います。こういうふうに、えっ、ー、と、ざっくりとした4種類。さらにその中に細,細かい種類はあるんだけども、それは物件のところで詳しくやるので、こういうものがあるんだと思っておいてください。 特に担保っていうワードは、ここからもしかしたらチラチラ使うかもしれませんが、そういう意味で使います。担保っていうのは、お金借りるときに、返せなかった時の代わりとして用意しとくものっていう、そんなニュアンスで使います。続いて、えー、物件変動ですね。意思主義。えー、これね、えー、物件の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによってその効力を生じます。つまり、あの、 このペン、ダルダさんにあげますって言って、はい、わかりましたって言った瞬間に、それ当然意思表示だけで、この物件はその人に移ります。つまりこれ、実際に渡さなくても移ります。そこがポイントね。渡すまでじゃなくて、渡さなくても基本的には移ることができます。それの物件の変動の意思主義ですね。物件の変動が意思のみで、意思のみですね。意思表示のみで生ずると。で、一方で、対抗要件主義っていうワードは、 えこの不動産、ここで不動産と動産が分かれるから大事なんですが、えー、不動産に関する物件の特装及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従い、その登記をしなければ、第三者に対抗することができない。で、この第三者に対抗っていうのはすごいあの難しい話だから、詳しいことは後でやるんですけども、あの、権利自体はあの当事者同士の意思表示でもう決まりなんですよ。 このペンだって、例えば僕が A さんにあげる、分かったって言った瞬間に、このペンは A さんのものになるんだけども、でも、そう言われたって、このペンってまだ僕持ってるじゃないですか。じゃあ普通みんなから見て、このペン誰のものかって言うと、僕のものにしか見えないじゃないですか。それを信じて、 契約したときに、後から、いや、あれ実はもう A さんのものだったんだよって知られたら、知ったときに、いろいろひっくり返されるじゃないですか。それ困るよね。つまり、第三者ってのはそういう、その権利はこの人だって信じたのに、後からひっくり返されるような人が困るよ、困らないように、えー、する。つまり、えー、不動産とかって、陶器って言って、法務局とかに、この土地は誰のものって、あの、書いとくんですよ。記録しとくんですよ。そしたら、 あの、じゃないと、あの、土地って誰のものか見ただけで分かんないでしょ。<laughs> これはすごい大事なことで、あの、例えば、物だったらさすがに、例えばこれ僕持ってるから、なんとなく持ってる人が所有者っぽいじゃないですか。でも土地ってさ、あの、今僕が、あの、だから何区何丁目のあそこの土地僕持ってるからあげますわって言って、あ分かりました、買いますって言って、でも、え本当にあなたも所有,所有者ですかって、なんか持つとかっていう概念がないから分からないね。で、それで分かんないまま契約すると怖いじゃないですか。ね。 大金1000万とか払った後で、あの人実は所有者じゃなかったとか、もう大ごなので、法務局で登記を見ると、あ間違いなくこの人の土地って、ね、書いてあるわ。で、それを、えー、を信頼した人を守るための規定です。詳しくはまた別のところであります。だから不動産っていうのはそういうルールがあるんですねで。動産っていうのは、動産に関する物件の状態、その引き渡しがなければ、第三者に対抗することができない。つまり、このもの。 意思表示だけで他の人に物件移っちゃいますけども、まだ僕が持ってて、その人に渡してないじゃないですか。ってことはみんなから見たら僕のものに見えますよね。だから、そういう、僕のものだと信頼した人を守ってあげますよっていう趣旨です。で、ここに書いてあるように対抗することができないっていうのは、物件変動の効果をその相手に主張できない。これはもうすでに A さんのものなんですよって言えない。僕が持ってるから、僕のものだと信じた人を守る。そんなニュアンスで、詳しくはまたやるので、その時に学びましょう。 続いて、えー、債務の履行ですね。えー、債務、当然ね、あの、約束ですよ。要するに、守らなきゃいけない約束。これ債務というわけですけども、えー、債務は、えー、債務者が、えー、債権者に対して債務の弁債をしたときは、えー、その債権当然消滅しますね、うん。いつまでも義務が残るってことはない。実行すれば消える。で、ここで言う弁債っていうのは、えー、債務の本心に従って、債務の内容である一定の給付を実現する、えー、債務者の行為を言うと。 なんか、弁済って言葉ってお金を払うみたいな意味でね、捉えがちだけども、それに限られませんので、えー、義務を果たすことを総称して弁済と呼んでます。で、やってくれたらいいんだけど、債務不履行ってやらない場合があるんですね。おおむねこれも3種類あるんですよ。履行自体。いつまでにやれって言ったのを守らないのが遅れてるから、履行自体ね。でも、えー、完全にやらないのが、これ、えー、やれなくなっちゃうのが、履行不能。ね、もう、 債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能であるともう完全にできなくなってしまいましたと。例えば世界に1個しかない幻のダイヤモンド、これをあなたにあげますって約束したのに、そのダイヤモンド燃やしちゃったとか。ダイヤが燃えるのかとか知りませんけど <laughs>、頑張って燃やしたと。頑張って燃やしたとしましょう。頑張って燃やしちゃいましたなんて何頑張ってんだってことでもう履行不能になるわけですよ。なくなるから。はい。 え、不完全利口ですね。え、債務の利口として何らかの給付がされたもののそれが不完全であると。うん。だから、やった、なんか約束を一応守ったんだけども、完全には守ってくれなかった。一部、約束通りやんなかった部分があった。この、不完全利口って言って、こういう三つを債務不利口って言って、こういうのがあるとですね、債権者、契約した人は、損害を請求したり、また契約をなかったこと解除したりできますよって、これも詳しいことは契約。つまり、えー、レッグのテキストの民法1ではなくて、民法2の方で詳しくやる。 物件は民法1に入ってくるんでね。物件の話はまた、あの、民法1で出てきます。はい。は続いてですね。えー、契約以外の債務の発生時、これちょっとね、あの、応用的なんで、今、不運でいいです。うん。つまり、債権債務って普通はね、契約、つまり約束をして発生する。知らないうちに債務発生してましたって怖いじゃないですか。だから約束して初めて発生するんだけども、 約束してないのに債務が発生するときがあるんですよ。こういうのをですね、まあ法定債権とかって言うんですね。つまり、当事者の意思ではなく法律で決められた債権。債務。はい、こういうの3つあります。1つは事務管理。 これ697条に書いてあって、義務なく他人のために事務、えー、の管理を始めた者は、その事務の性質に従い、えー、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務を管理しなければならない。うんえー、読んでて意味わかんないと思うんで、例見てください。台風が来て倒れた林家の垣根を直してあげたと。一回その直すっていう作業を始めたら、それはちゃんと直さなきゃいけないんですよ。 つまり義務ないんですよね。なんか別に、親切でやってあげるってこと。親切で何か始めた場合には、それ、あのちゃんとやり遂げてね、みたいなニュアンスが事務管理。これ人と契約してないですよね。あ直しましょうかって言って、はい、お願いしますだったら契約だけども、そう意思確認してないんですよ。うん。 隣の人旅行行っちゃってて、その間になんか台風で壊れちゃったから、あ、かわいそうだわって言って直してあげるみたいなのが事務管理って言って、それはちゃんとやんなきゃいけない。つまり、義務なくここポイント。義務なく担任のために事務の管理を始めたものはその事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理をしなければならないとほら、義務、最後義務になっちゃうでしょ。義務なくっていうのに始まって、義務で終わってるじゃないですか。こういうのを事務管理って言います。 これ契約じゃないわけですね。続いて、えー、不当利得。うん。これはですね、えー、法律上の原因なく、えー、他人の財産または労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼしたものは、その利益の損する限度において、これを返還する義務を、また義務を負ってますよね。で、えー、これもあれなんですよ。義務を負うのに約束が事前になくて、例みたいなのはわかると思うんだけども、ご振り込みによって自分の口座に知らない間にお金入ってたみたいな。 それって、ご振り込みだから、法律上の理由がないんですよね。なんか契約してそれを履行してもらったとかじゃなくて、あの、法律上の原因理由がなく、つまり他人のお金が勝手に入ってきて利益を受けて、当然そのために損した人いますよね。ご振り込みした人は損してる。ね。ご振り込みされた方はお金入ったから得してる。利益を受けてる。それは特に法律上の理由がない。単なるうっかりミス。っていう場合は、その、 うっかり、えー、手に入れたもの、そういうのを不当利得って言って、これはその人に返さなきゃいけないっていう義務が発生します。これも契約してないのに発生する義務だから、えー、法定再建、まあ、なんですね。では、そんなことめったにないでしょって思うかもしれませんが、あの、不当利得はたまに司法試験でも出るジャンルなので、事務管理よりは、ね、え出る頻度はある、あります。うん、まあ、いろんな原因があるんですね、こういうのね。で続いて、えー、不法行為ですね、不法行為。 これはまあ、これはもうメジャーですね。はい、79条。えー、故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。はい、不法行為もこれ、事前の契約なんてないですね。不法行為していいですかいいですよ。なんでそれって話ですから。契約なんて当然あるわけないわけですよ。えー、いきなり契約のくやられるんですね。例えば信号を無視して人を引いてしまいました。これ契約とかじゃなくて、あの、もうただの事故ですね。 で、こういうのは、相手にお金払いますっていう約束はしてなくても、引いちゃった以上は、ちゃんとその損害を賠償する義務が発生します。まあ、当たり前ですよね。だから3は当たり前だと思うんだけども、1きとにはね、あの、なんかこう、まだしっくり来ないと思うんだけども、今の時点でしっくり来なくてもいいです。うん。そのジャンルが来た時に詳しく説明するので。で、次ですね。え、これ、家族法ですね。これはまあ、あの、レックのテキストっていうと、あの、移民法3がこれに当たりますね。うん。 民法さんが家族法で、身分法とも言うんですけども、これは親族法と相続法って言って、えー、まずじゃあ家族ってそもそも何ってなるじゃないですか、うんで。そういうののルールなんですね。えー、ここに書いてあるように、親族とは、6親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族を言うってことです。うん、で例えば、じゃあ、えっ、ー、と、これ、姻族とか親族とか血族とか、まあ、配偶者とか何か見ていくと、 ま、配偶者は分かると思うんだけども、まあ、例えば A さんがいて、まあ、配偶者は当然 A さんが男性だとしたら、まあ、妻がいて、えー、この妻が配偶者。これはま、分かる。よね。妻がいると。これ当然、えー、ここは、あの、あれです。あの、親族ですね。親族とは配偶者入ってますから、ここは当然親族です。で、この間に子供生まれるじゃないですか。まあ、子供何人かはね、長男、次男とか生まれたとしましょう。長男とか、 次男とか、生まれますね。で、次男がまた結婚して、なんか孫とか生まれますよね。孫ってどんな字だっけ <laughs> え、これ合ってるかな子供の子に K って書いて孫で合ってそうですかねあなんか合ってそうな気がするので、これでいきます。<laughs> これ孫ですね。で、こんな感じ。で、この A さんにも当然、まあ、お父さんお母さんがいて、みたいな感じですよね。 で、まあ、この辺、あのー、血がつながってるんで、これ血族って言います。血がつながってる間から血族です。で、陰族っていうのは、この奥さんの方の、例えば、まあ、お母さんがいると、この A さんと奥さんのお母さんは血がつながってないでしょう。これは、あの、血族ではなくて、えっ、ー、と、陰族になるんです。婚姻の陰です、これ。婚姻の陰。だから、えー、 結婚したい人の、えー、結婚によってできたつながりを陰族って言って、姻族は三神道までです。親族に入るのは。で、血がつながってる人は六まで入ります。で、六って何かっていうとこ、この、えー、こういうのをね、やって、お父さんと子供は一神道ですね。で、あの、じゃあここも一ですね。A と長男とか A と次男は一で、孫は二ですね。えー、一、二と。 こうやって数えるんですね。これ数え方詳しいことは、あの、家族法でやります。で、こういうのを言いますね。で、こういう、この中で、えっと、A 出発だと、あの、6まで、えー、血が繋がってたら入ってて、で、陰族は3まで、えー、親族と言います。はい。で、じゃあ何が、これ家族かどうかを定義して何になるのっていうと、そうですね。えー、いくつか、えー、あるんですが、例えば730条を見ると、 730条を見,て見るとですね、えー、直系家族お及び同居の親族は互いに助け合わなければならないって書いてるんですよ。730条に同居の親族は互いに助け合わなければならない。じゃあ、どこまでなのなんか遠い親戚と、なんか遠い親戚と同居するって自体があんまないと思うんだけども、<laughs> 仮にすっごい大豪邸でなんかもういろんな家族がワンヤワンヤ暮らしてるとして、あなた助けてよ親族でしょって言われたときに、この図を書いて、 6かどうか調べて、6に入ってたら、あ、確かに助け合わなきゃダメだってなって、6を継ぎてたら、あんたは親族じゃないって言い張れるんですね。こういう意味です。あの、法律の定義。あとは、刑法の244条を見ると、刑法の244はですね、待ってくださいね。 これですね。えっとですね。刑法244条読むと、えー、配偶者直系血族または同居の親族との間で、まあ、なんちゃらかんちゃらの罪を犯した者は、これを免除する。で、ここに何の罪が入っているかっていうと、あの、窃盗なんですよ。窃盗とか。つまり、家族間で同居の親族の間で、あいつの財布からちょっと、なんか今月ピンチだから、あいつの財布から1枚ヌースを持って盗んだときに、その罪っていうのは、えー、免除されるんです。親族ならば。 配偶者もそうですね。配偶者、えー、っと、ちょっと待ってね、もう一回ね。配偶者、直系血族。直系っていうのはその、この、まっすぐつながる関係のことなんですけども。まあ、それもまた、あの、家族法でやるんですが、直系血族。あとは、この同居の親族の間で、窃盗、つまり、その人の財物さんを勝手に盗んでもえ、罪は免除されるっていう決まりがあって、 これは結構でかいよね。だから、なんかその、さっきのワイヤワイヤの集団考えると、あの人のお金って盗んでよかったっけみたいな。で、またこれ調べるんですよ。あ、6じゃん盗もうみたいな話です。まあ、本当はダメなんだけど、今のは本当にただコミカルに言っただけで、本当にやめてくださいね。<laughs> あの、弁護士が言っていいって言ったからやったらダメですね。あの、厳密に言うと免除されるので、あの、犯罪にはなるんですよね。犯罪になるけど免除するだけなんで、犯罪は犯罪なので、本当にやめてください。あの、それはちょっと、あの、位置を付けしておきますが、まあ一応そういうルールがあるんです。 で、相続ってじゃあ何か。相続っていうのはですね、えー、自然人の、えー、財産上の地位をそのものの、えー、死後に特定のものに承継されす。まあ、これも知ってると思うんですけどね、うん。誰かが亡くなった時にその人が持ってた財産とかをその家族に、まあ、移るわけですよ。それを相続って言って、それじゃあどういう人にいくらだけ移るのっていうルールが、えー、っと相続法ですね。うん、ここ、この関係ですね、えー。亡くなった人を非相続人って言います。これ覚えておいてください。亡くなった人は非相続人。 で亡くなった人の権利を受け継ぐ人を相続人って言います。で、これ、あの、こ法律の世界で、あの、たまにですね、包括証継人って言葉が出てくるんだけども、包括証継人。包括証継人って、この相続人がこれに該当するので、これを覚えておくといいと思います。 誰かの地位を包括的に承継する人のことを包括承継人って言うんですよ。で、相続ってこの包括承継に当たるんですよ。その人が元々あった法律的な地位を丸ごと引き継ぐってイメージ。これが相続のイメージなんで、でこれ包括承継人って相続人のことなんだっていうのは今のうちに知っておくといいと思います。説明なしとかに、あの、みんな大学の授業とか受けてて言われる可能性があるので。 で、えー、こっから第三節か、民法の指導原理と試験。うん。で、こっからですね、いよいよ、あの、個別の一条から見ていきます。今までは本当に漠然とした話だったんで、例えば世界史で言うとなんか、あのルネサンスとか、フランス革命とか、なんか、かいつまんで説明してたイメージなんだけども、こっから最初から始まります。いよいよ。歴史のスタート。だから、世界史で言うとなんか、人類の祖先みたいなとこから始まるので、最初つまんないです、ぶっちゃけ。<laughs> あの、世界史もそうだったじゃないですか。それちょっと我慢してくださいあ。それはそういうもんなんで、どの学問もね。 最初はちょっとつまんないけども、見ていきますね。えー、っと、民法の指導原理ですね。これ、あの、4つの原理があって、まず、えー、っと、権利能力、平等の原理。まあ、当たり前なんだけども、すべての自然人は、さっき自然人やりましたね。人間のことですが、すべての自然人は、国籍、階級、職業、年齢、性別等によって差別されることなく、平等に権利義務の主体となるという原則。まあ、当たり前なんで別にいいです。で所有権、絶対の原則。 近代的所有権は何らかの人為的拘束を受けない完全円満な支配権で神聖不可侵であると原則です。自分の持ってる、自分の所有権は誰かに勝手に奪われないってことなんですよね。これ当たり前じゃんと思うかもしれないけども、なんか歴史的にはそうじゃなかった時代もあるから、今こういうのを強調してるんですよ。なんだ、歴史が反映されてるから、まあ今だと当たり前だと思ってください。ただ、 そこまで当たり前でもなくて、実は憲法とかで詳しくやるんだけどもあの、国がどうしても必要な財産とか持ってかれることもあるんですよ。ここどうしても道路にしなきゃいけないから、あなたの土地だけども、国が買い取りますみたいな、そういうのは別でやりますから、まあ、そういうの原則、例外を除けば、原則勝手に所有権は奪われません。 次、私的自治の原則。す、え、べ、ー、ての、えー、個人は自由な意思に基づいて自律的に法律関係を形成することができ、反面、えー、自由な意思に言われなくては権利を取得し義務を負わされることはないという、えー、原則ですね、うんえー。私的自治の原則はすごく大事なワードですね。この4つの中では圧倒的にこの3番が大事なワードです。私的自治の原則。うんえー、つまりね。 あの自分があのどんなあの契約をするかとかっていうのは基本的にその人の自由なんですよ。二人で契約するときはその二人の自由なんです。というのを私的自治の原則っていうんですよ。あなたたちどうぞ勝手にやってっていう。強行法規控除老読に反しない限りね。だから、えー、と別に法律のいないような契約をしても、えー、基本的にはもうあの特にそれを制限する必要はないっていう考え方です。 で4番は、えっと、過失責任の原則と言って、これはえ、事故の行為により他人に損害が生じたとしても、故意または過失がある場合にのみえ責任を負うという原則。これも当たり前なんですけども、あの、例えば、ななんですかね、あの、A 点と B 点が隣り合ってて、で、A 点がすごい儲けたから B 点が潰れちゃいましたと。 で、B 点が A 点のせいで潰されたんだ。A 点にお金払えって言って、A 点払わなきゃいけないかっていうと、まあ、あの、なんかしらの法律におか犯してなければ払う必要ないですよね。つまり、他人に損害与えたとしても、自分に恋、つまりわざと何か悪いことしたとか、過失とかがない限りは、えー、別にその責任を負いませんという、うん。つまり、そういう意味で自由を保障するっていうのが過失責任の原則。過失があった時に初めて責任があるっていう原則なんですね。 ただ、これは、あの、例外もあるんですよ。うん。で、例外何かっていうと、ここに書いてある、製造物責任法なんですよね。これって、世代によって違うのかな,なんか、僕、中学校の時に PL 法とかって習わなかったんですかねあの、人によって、世代によって違うのかなどうなんだろう なんか、ま、顔見てもわかんないんだけど、なんか僕は中学校の時、あの、公民で習って、多分世代によってね、あの、教育過程で変わるから、うなずいてくれてる方もいらっしゃるんですけども、あの、つまり、これって何かっていうと、あの、企業が商品作るじゃないですか。で、なんかそれがいきなり爆発して怪我しましたと。買った商品爆発して怪我してましたって時に、作った人、つまり製造だから、作った会社、企業がその責任を負うんですよ。あの、その商品に欠陥があればね、 ただその商品の欠陥があったとしても、その作った会社に果たして過失があるかって別なのわかりますかねちょっとイメージしにくいと思うんだけども、例えば、その当時明らかに安全だと思われている科学水準で作ったにもかかわらず、後から新しい科学原理によって、なんかそれが実は安全じゃなかったみたいな。 なんか昔もあるじゃないですか。なんか鉛とかをさ、使って肌に塗ってて、後で鉛って有害だって分かったみたいな。その当時は、あの、大丈夫と思われたことが、後で大丈夫じゃなかったみたいな時に、その時大丈夫だと思ってたんだから、基本的に過失はないはずなんだけども、えだけども、えー、過失がなくても責任を負ってくださいねっていう例外はあるんですが、この例外なんであんま気にしなくていいです。はい。で、えー、続いてですね、えー、試験。こっからようやく1以上ですね。うん。 試験というのはそのまま地方上の権利ですが、まず1条の1項。試験は公共の福祉に適合しなければならないという条文があります。まあ使うことないですね。私もこれ使ったことないです。この 1, 1条1項は。ただ2項3項はたまに使います。2項、えー。権利の行使及び義務の履行は審議に従い誠実に行わなければならない。これを審議誠実の原則。審議則と言います。で、えー、3項。 権利の乱用はこれを許さない。で、まあ、1項はあんま使わないんで、2項と3項だけ見ていただけたらいいんですけども、あの、2項と3項って、まあ、要するに権利があったとしても、それをなんか無茶苦茶な使い方しちゃダメだよってことになるんですね。ざっくり言うとね。で、じゃあその2つって何が違うのかがちょっと気になるじゃないですか。その何が違うのかをちょっと次のページで解説していきたいと思います。はい、まずは2項の、1条2項の審議誠実の原則、ま、審議則。 から見ていきます。えー、まず一つ目ですね。新規則に関する判例の一つ目。えー、契約準備段階の過失というのがあって、えー、こういう事例がありました。近いの Y は、X の分譲マンション買い主の募集に対して、購入を希望しましたと。で、その交渉過程で、Y はスペースの面で希望に合わないなと。 なんか、マンション買いませんかって募集見て、お、これかい、なんか良さそうだなと思って、検討してたんだけども、交渉してたんだけども、あとあとこれ、あの、司会なんで、歯医者をやりたいと思ってて、そこで、なんかこれスペースちょっと無理だなと思ったんですよ、Y さん。ところが、まあ、それを特に言わずに、あの、司会やろうと思ってんだけども、なんか司会って、まあ当然あの、なんかウィーンってやる機会あるんで、なんて言うか知らないけども、その、電気使うじゃないですか。その電気の容量が足りないなと、あの、言ったんですね。 で、それ Y に、X に言ったんですよ。あの、ま、これって何が、何が問題かっていうと、別に電気の容量が、足りようが足りなかろうが、そもそもスペースが、ね、空間が、あの、足りないんだから、まあ、あんま意味ないんだよね、これ言ってもね。まあ、でも言ったんですよ。そしたら、X は、電気容量増加のためにこれ買ってほしいから、あの、工事したんですよ。電気を増やすために。で、 で、100万円かかるよ電気工事したらって言ったけども、それ特に、ふーんみたいな、伝えたんだけども、いや別に買わないからやんないでと、ま、も言わずに、えっと、結局、あの、ま、やる、やったと工事したと。で、結局、最終的に Y は、いや買わないわって言って、え、断ったんですね。で、も別に Y、Y さんは、特に悪いことは、法的にはね、なんか直接悪いことしてないんですよね。 別に買いたいですって言って、うかまあ、買うまあ、でやっぱ、やっぱちょっとスペース足らないわと思ったけども、それ別に遊戯務ないから、でも、あ、そもそも、あの、電気がちょっと足りないからね、とか言って、で、それで、向こうがね、電気増やしてよって言ったわけじゃなくて、足りないって、足りないとしか言ってないんですね。足りないわって言っただけで、X の方から自発的に、あ、じゃあ電気増やしますわって、500万かけて増やして、で、500万かけたら増やせるんですよって伝えて、 それ伝えて別に、いや、あの、やんないでっていう義務とかもないから、Y には、うーんってなんか言ってたら、500万かけて工事して、結局断ったと。で、判例こういうふうに判断したんですね。取引を開始し、契約準備段階に入った者は、審議則の支配する緊密な関係に立つから、えー、相互に相手方の人格財産を害しない、審議則上の義務を負う。これに違反して、 相手方に損害を及ぼしたときは、契約締結に至らない場合でも、契約責任として損害賠償義務を認める。これ本当特殊な判例なんですよね。なんか民法で、抗議で、まあ順番的にこれが最初になるのは仕方ないんだけども、最初にやるにしてはちょっとレベル高すぎるんで、あの、ただまあしょうがないです。これはあの、だから別に100%理解できなくてもいいです。 つまり普通って、普通契約責任って契約が成立したからその契約による責任を負うんですよ。でも Y さんは別に X と契約してないんですね。だけども契約、契約をしそうな交渉には入ってるよね。こういうのを契約準備段階って言うんですよ。こういう契約を準備する交渉の段階に入ったものはですね、ここです。審議則の支配する緊密な関係に立つ。 ここで審議則ってワード出てきますが、審議則ってめっちゃ簡単に言うと、相手の期待をむやみに裏切っちゃダメだよっていう関係です。ここを押さえておくといいです。相手の期待をむやみにや裏切っちゃダメ。っていうことです。つまり、一応、その、お互い契約をしようかという感じでやってるわけなんで、500万もかけて工事したら、まあ、買うつもりはあるんだろうなって期待するよね。普通はね。 だけども、この時点で買う気なかったんでしょこのバイさん。スペース合わないから。じゃあ、言ってあげてよ、それって。それ言わないんだったら、スペースとか理由に断られるなんてまさか思ってないよね。そういう意味で期待を裏切ってるんですよ、最終的に。この期待を裏切るっていうのを法的に審議則違反だとかっていう言葉で表現しているんですね。うん。だから、こういう審議則を守らなきゃいけない状況になってるので、相互に相手の人格財産を害しない義務を負うんだと。期待裏切になってことです。 だからこれだと、500万とかを、あの、責任として追及される可能性がある。という、そういう判例なんですね。で、ここで私、波線引いてるんですけども、これ私の講義統一のルールとして、全科目統一のルールとして、波線を覚えてる部分はですね、あの、暗記してほしいという意味です。波線ね。あの、論文式受ける人。あの、論文受ける人です。 学校の定期テストでもいいです。学校の定期テストも論文が多いと思うし、なんか他の資格目指してる人で論文が出る人は、えー、これは覚えてください。論文が出ない人は覚えなくてもいいです。で、なぜならですね、あの論文って、あの、どうやって作らなきゃいけないかっていうと、まあ、あの、一応まあ事例とか分析して、えー、なこの条文使いますよとかってこういうふうに書いていくんだけども、その途中で絶対に 絶対と言っていいくらい、条文とかには書いてないんだけども、暗記して書かなきゃいけないパーツが出てくるんですよ。それが、例えばこれなんですよね。これ、今私が言った説明、皆さん、法的に正しい用語で、えー、自分で作れます。ちょっと難しいでしょ。そうなんです。それができる人は正直暗記しなくていいです。今私がなんかいろんなね、期待を裏切っちゃダメだよとかって説明したのを、でも期待を裏切っちゃダメって書いちゃダメなんですよ。それ法的用語じゃないから。 それは分かりやすく言ってるだけなんで、法的な用語で書いてほしいんです、正確に。そこに点数来るんですよ。あ、ちゃんと、まあ要するにこれ判例が言ってることです、ここで言うと。判例が言ってることを正確にこの人覚えて書いてるな、点数上げよう。これが法律論文のまず初歩です。で、それをするためには基本的にはこういうのは事前に暗記しておく方が絶対にいいんですよ。ただ、 私が全体構造、全体あ、そこで言ってないかなちょっとあんまいろんな概念スされてるから、ちょっと記憶ごちゃになってるんだけども、あの、法律の本とか読んでて、もうこのセブンサミットでも何でもいいですよ。この本とか、こんだけバツイイのがあって、ね、これ書いてあること、これ全部じゃあ暗記するんですかそんなわけない。それは心配しないでください。これ全部暗記する必要はないです。ていうか、ほとんど暗記する要素なんてないんですよ。あの、一言一句って意味ね。一言一句なんか言葉を正確に覚える要素なんてほとんどないんだけども、それがたまにあるんですね。 で、それって、あの、皆さん、今の時点で、あの、判断できないはずなんですよ。絶対無理です。あそれはもう小学者には無理です。そ,そんなゲートは私も無理だったので、どうやったらそれがわかるかっていうとえ、全体の科目勉強した後に、司法試験とかの過去も分析して、何に点数が来るかを完璧に把握して初めて、あ、ここを覚えておくと点数来るって初めて言えるんですけども、え皆さんはまだ、それが難しい。でも、 じゃあいきなりじゃあ皆さん過去問分析したらわかるからって言って過去問分析してくださいって言ってもきついじゃないですか。だから事前に過去問分析した講師がここはもう覚えといてね。後で得しますから。これ必ず後で得するんですよ。最初からコツコツ覚えとくと。この講義1年あるわけですけども全部受けていただいたら、この最初にやったこの部分を今のうちにちゃんと覚えとくと1年後それ積み重ねるとだいぶ楽になってるんですよ。 で、これが独学だと1年かけて、なんかようやくこのテキストの内容1年で理解するんですよね。まあ7科目ね。で、過去問とか分析して、あれなんかあそこって覚えとかなきゃいけないのとかって後から覚え直すみたいな、それ1年前から覚えておいたらもっと楽だったのにっていうことになるから、それを私はもう事前に、ここは覚えてね。という意味で指摘するので、これは当案でこういう事案が出たら、まずこれを書かないと説明にならないんですね。なぜなら、これって、まあ、 あの、一条二項を使ってるんだけども、一条二項を使ったって、あの、これに直接行かないじゃないですか。だから、ワンクッション説明が必須なので、これがそこで書けるようにしましょうって話なんですね。そういう感覚でちょっと聞いてください。次、二番。安全配慮義務。これ非常に有名な言葉なんですが、えー、こんな事例です。自衛隊員 A が、えー、自衛隊内の作業中、同僚の運転する自,転自動車に引かれて死亡したっていうことで、 でこれはですね、あの、誰に請求しようとしてるかっていうと、まあこれ自衛隊だから国なんですね。で、これあの国ちょっと特殊なんで、あの普通の会社だと思ってくれていいです。会社の工場とかで勤務してて、工場の機材とかをなんかこう、トラブルとかがあって、会社の工場で働いていた人が怪我したってなった時に、えー、誰に損害請求できるかって話で、会社に損害請求する時の話だと思ってください。 ここで言うと、あの、同僚じゃなくってね、国です。もう、それが国が会社になってると思ってね、工場とかだとね。で、まずここで、なんで同僚に直接請求しなくて国に請求するのと思う人いるかもしれませんが、これだと人死んでるんですよね。人死んだらいくらぐらい損害発生すると思うか。もちろんケースバイケースですけども、うん、千万、億の可能性もあります。うん。これ、人一人に払える金額ですかって話なんですよ。 ね。人一人に払えないよね。うんぜん万とか億とかね。ってなったら、払えなかったら意味ないので、払える人に請求するんですよ。国だったら払えるでしょ。当然。だからこういう時国を請求したいんですね、うん。じゃあ国請求しようってなった時に、じゃあこれ国ってなんか、義務違反ある義務違反ないと、あのせい、あれですよね。請求できないんですよね。過失責任の原則とかあるわけですよね。うん、ここで出てくるのが安全配慮義務なんです。安全配慮義務って何かっていうと、ここに書いてあって、安全配慮義務は、 ある法律関係に基づいて、特別な社会的接触の関係にあった当事者間において、当該法律関係の付随義務として、当事者の一方または双方が相手方に対して審議則を追う、則上を負う義務として一般的に認められる。これが安全配慮義務です。これすごく難しいこと書いてますが、ここのある法律関係っていうのは、大体ですよ。あの、 あくまで大体ね、あの、それしかないわけじゃないけども、大体雇用です。まあ雇用、まあ、まあ、もうちょっとぼかすか、労働系です。労働、働く感じ。さっきも工場で働いてるのを例に出したように、大体ね、ここで働きますって言って、働くじゃないですか。で、労働関係ってどういう債権、債務の関係かっていうと、従業員は働くという債務がある。 で、会社側は、働いたら給料を払うっていう債務がある、そういう契約ですよね。おそらくそういう契約書を交わすんですよ。でそこで、あなたここの工場で働いてねって言ったときに、この工場の安全は保証しませんよなんて、えー、ことはないじゃないですか。普通は、この工場で働けって言われた以上は、まあ、この工場は安全なんだろうな、突然なんか、なんか、 鉄が落ちてきたりすることはないんだろうな、みたいな。そんなマリオのクッパ状みたいなことはないんだろうな、みたいなことで働くわけですよね。まあ、マリオだったら思うかもしれないね。マリオが契約するときは思うかもしれないけど、普通の人は思わないですよね。だから、えー、それって期待してるわけですよね。当然じゃ、ちゃんとした環境で働かせてくれるんだろうなと。それをちゃんと配慮する義務があるんです、会社は。安全な環境で働かせる義務。これを安全配慮義務って言います。それに基づいて、特別な社会的接触の関係。まあ、これも労働ですよね。 こういう労働関係に入った当事者間において、その付随的義務なんです。だから。本当は働いて給料を与えるっていう義務なんだけども、それに付随して、ちゃんと安全にも配慮するんだっていう義務が、え、課せられるんで、これを安全配慮義務って言います。で、これもこれ、お、線引いてるのは覚えて説明できないと、あの、なんて言うんですかね。えっと、まあ、あれじゃないですか。これ別に、あの、民法の条文に書いてないんでね。 ええー、だから、あの、こう、説明しないとしょうがないから、覚えてねって形になります。ただこれ、あの、この当時、あの、昭和50年の判例なんですけど、当時これ、あのー、この判例だ、まあ認められたんですけども、その後に、労働契約法5条で明文化されてるので、まあ、労働関係でこれ出ることはないんだろうなと思いますね。これ、労働法になっちゃったから。民法じゃなくて、労働法になっちゃうじゃんってことだから。まあ、だから、あんまり、出題、 あの、論文で取材することは、なんか、なかなか難しくなってるかなと思うんですけども、もし出たら書けたらいいなっていう話です。だから、波線引いてますが、あの、そんなに優先度高くないですね。うん、あの、つまり、取材頻度が高いわけではないので、まあ、無理だったら、あの、そんなにって感じ。本当に大事な時は、それはそれでまた言うので。覚えられたら覚えてねって感じです。次、金半減の原則ですね。金半減っていうのは、あの、言ったことに反する行動をするのが禁止だよってことね。 言ったことに反することは禁止言ったことは守るよってことです。金半減ね。こんな話です。えー、木材商たる X は、えー、Y から、えー、え、7800万円を弁裁、弁済期昭和24年8月29日、えー、利息付き合部の、えー、役場で借り受けた。で、えー、X は昭和33年3月7日付の手紙で、えー、Y に対して、本件、えー、借金を元本だけに、えー、減額してもらいたい。えー、そうしてくれると、 えー、今年中に分割払いで返済できるまで申し入れましたと。でですね、えー、これポイントなのは、えっ、ー、と、この日ですかね。えー、この日に、借り、借りて、で、この日に、えっ、ー、と、まあ、 この日に借りて、この日まで、これ、弁済期ね。あ、借りたいん弁済か。この日にお金返すって約束なんだけども、この日まで返してないんですよ。結構年数経ってるの分かりますかで、年数経つと何が起こるか、えー、イメージできると思います。年数経って、貸した人が言いたいこと。時効なんですよね。時効で消えたって言える状況になってるんですよ。えー、なってる年。なってるにもかかわらず、えっ、ー、と、あ、なってるっていうか、 えっと、まだなってない。正確にはまだなってないんだけども、もうちょっと経てばなつ、経つ,つのかなこれね。うん。これまだ正確に経ってあとね、1年、1年ちょっとか。10年で時効になるんで、あの、この頃は。これ、時効の時期ってね、あの、その法律によって違うので、ね、法律っていうかその、今は5年なんだけど、昔は10年とか、ちょっと、これ昭和の話なんで、その時期によって違うんだけどこれ10年だとすると、昔10年だったはずなんで、そうするとまだ10年経ってないんだまだ経ってない、まだ経ってないです。が、一回ここで、 連絡してもらいたいって言ってん、んちょっと立ってないのか。いや、立ってるんだ、これ。これ立ってるんですよ。これね。か立ってる、これ。いいや、これ。ちょっと時効完成してるってこと。これ、時効完成後です、これ。なんか特別法だったかな。あ、商法かな。あ、そうだ、そうだ、ごめん。商法だ。商って書いてた、ごめん。商法。これ <laughs>、うっかりしてました。商法って5年に、えー、短くなるんで、ごめん。ごめん立てば商法ですから。はい、5年です。ごめんなさい。時効を経過してますね。時効完成後です、これ。 そうそう。この、商人ってね、あの、商人は時効5年になるんですね。ごめんなさい。はい。で、まあ、5年すでに経ってるから、え、時効完成してますよ、と。だから、えー、だここで、あ、もう時効だよって言えばよかったんですよ。この時にね。でも、いやいやいや、ちょっと待ってくれと。あのー、なんか返すから待ってくれ、みたいなこと言ったんですよ。ね。そんで、結局、後で時効言えるのかって問題。で、これね、 時効消滅事項完成後に、それを知らずに債務を承認した場合、相手方はもはや事、事項の援用まあ、事項の援用っていうのは専門用語なんだけども、まあ、事項使いますと。事項でもお金払いませんっていうことを事項の援用っていうんだけども、これをしないだろうと考えるから、その後に事項の援用をすることは審議則上を認められない。本来できるはずなんですね。うん。 で、これちょっとあの複雑な問題があって、ちょっとここだけ要注意なんですが、時効の完成を知らなければ、あの、債務を承認しても、時効の利益の放棄にはならない。これ、時効の利益の放棄って何かっていうと、あの、時効が完成していることを分かって、時効を使いませんって宣言することです。で、これじゃないんです、実は。なぜなら、時効が完成していることをこの人は知らなかった。バッと。だからこういうことです。時効を完成してますと。 しかし、この人は、それを知らなかった。X さんね。事項完成後だと。しかし、知らずに言っちゃったんですよ。返す、ごめん、返す、返すって。これ、法的にどう評価するかが問題なんですよね。知ってたら、あの、事項の利益の放棄という、うまあ、カテゴリーに分類できて、でそれは、もう事項の利益放棄したんだから払ってねようになるんですよ。 でも、放棄っていうのは知った上でやることなので、この人知らずに言ってるんですね。じゃあ、放棄というカテゴリー使えないと。じゃあ、やっぱ時効の主張を認めるしかないのかなって思うんだけども、やっぱこれ期待裏切るなの原則だよね。金半言だよね。え、返すってお前言ったじゃん、あの時。なんで時効完成した後に、ね、完成する前ならいいよ。完成する前は関係ないからね。時効完成する前に返すって言っても、それは何の裏切りにもなりません。時効が終わった後な、あ、時効が完成する前に、時効、 あの、事項完成する前に返すって言ってても、まあ、それは、逆にその債務の承認って言って、あの、事項が完成しなくなるって、それは事項でありますよ。もう、今、事項の話はで。とにかく、ここで問題なのは、事項完成後に、事項完成を知らずに、あの、返す、返すって言った人に、どうやって返させるかの理屈なんですけども、そこで審議則を使ったんですね。なんで、まあ、これも、このパターンでは、この言葉が正確に言えた方が、まあ、いいわけですね。もちろん、これ、一語一句じゃなくてもいいです。これに関しては。 一言一句じゃなくても、おおむねこういう説明ができたらいいので、おおむねこういう流れを難み線部分を覚えてくださいねっていう形になります。そして、続いてはですね、事情変更の原則って言って、なんか事情の変更により、当事者に解除権を認める。どういうことかっていうと、解除っていうのは、契約が成立して、その後に、 普通は、なんか相手が債務不履行とかした。約束破った時とかに、お前も約束破るんだったら、俺も契約守らないからっていうことでもう解除だって言えるんですね。これを契約の解除。つまり、どっちかが約束破,ら破った時とかにやることなんです。契約の解除って。でも、そうじゃなくても解除できる場合があるかっていう問題がこれで、つまりこれ、事情の変更によりって書いてるよね。 このいう、ここの事情の変更っていうのは、相手が約束を守らなかったとか、そういう相手の債務不履行ではなくて、単純に、純粋な事情変更です。それで、えー、なんか事情が変更しながら、後で、あの、契約を解除したいっていうことが言えるかっていうと、それは、審議則上、当事者を契約によって拘束することが、これ、著しく不合理。ここで審議則出てくるんですけどね。 審議則上、当事者を契約、その契約によって拘束することが、著しく不合理と、事情変更を客観的に観察して、著しく不合理だっていう時に、初めて、その事情の変更を理由に、客観的、なんていうのかな、えー、解除が認められるので、そういうのがなければ解除認められない。これ論文の問題だったら、あの、まず、論文の問題って、あの、どういう解き方するかっていうと、まあ、 事例がね、ケースが書いてあって、こういう時に、まあ、どういう主張ができますかみたいな問題が出るんですね。で、これって知らなかったら、絶対に自分で導き出せない理屈なんですよ。つまり、解除っていうのは詳しくは民、セブンサミットで言うと民法2で習うんだけども、解除の理由っていくつか民法に条文書いてあって、解除なんか、あ、なんかこの人契約解除したがってるなーって問題読んで感じるんですよね。 じゃ、契約解除する方法ってなんか500条ぐらいのところにいろいろあるんですよ。500何畳とかのところにバーって載ってるんだけども、どれも引っかからないんですよ。なんか事情が変わったから解除できるなんてどこ、にも書いてないんですよ。あれこれ、解除の条文全部読んだけど、全部使えないな。どうやって解くってなるんですよね。ほんで、この判例知ってればいけるんですよ。あ、なんかこれ事情変わったって書いてるわと。 だから、あ、この判例の理屈使うんだな。事情が変わったことによって、審議則上をもう契約に拘束することが著しく不合理な時は認められるって書いて、じゃその審議則上著しく不合理かどうかを具体的な事情を拾って調べよう、書いていこうみたいな、そういう答案戦術を取れば点数をくるんだけども、そもそもこれ知らなかったらそれすらにできないんで、そういう意味で知っといてくださいねっていう感じになります。で、5番目、権利執行の原則ですね。 これは、これさっきの4番と逆なんですよ。えー、解除権を有する者が、久しくこれを行使せず、えー、相手方においてその権利はもはや行使せられないものと信頼すべき正当の理由を有するに至ったため、その後にこれを行使することが審議則に反すると認められるような特難の自由がある場合には、もはや解除は許されない。逆に、本来解除できるのに解除できなくなるパターンです。 4は逆だよね。解除できないのに解除できるにするパターンだけども、5は解除できるのにできないにするパターンで、つまりなんかその、解除できる自由が発生するんですよ。それは問題文によって変わるんだけどね。なんか、こういうことが起きたら解除できるっていうような決まりとかあるとか、何でもいいんですけどね。そういう解除ができる理由が発生しましたと。それで、その時に解除したいですって言えば解除できるんだけども、それ言わずに、ずっとだら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 、例えば何年が経ったとして、 あ、なんか、後になって、あ、あの時のあれだからもう解除するわって言われた時に、言われた方びっくりなんですよね。え、今更解除するって言うんですかと、なんか、もうてっきり解除しないものと思ってたんですけど、みたいな。そういう時は、ね、つまりね、相手方において、その権利はね、解除するっていう行為は、もはや行われないだろうと、信頼する、正当な自由がある場合にはですね、その後に解除することは、これ、審議則に反する。相手の期待を裏切るってことですね。 これは逆に相手の期待を裏切らないっていうふうに解釈になるかな。最初に約束はしたけども、後でめちゃくちゃ事情変わりましたと。社会情勢とかなんで、まあそれこそコロナとかもその例として使えてもいいかもしれないね。なんかするって言ったけども、コロナになって、えー、なんかもうそんなことできるような状況じゃなくなったと。今よりもっとコロナひどかった時のことを思い浮かべてもらうと、こんな、なんかちょっとコロナになってあの約束ちょっとさすがにやばくないですかみたいな。うん、そうだね。 でも相手が納得しないときに、相手がそうだねって言えば、まあ、あの、あれですよ。お互いの合意で解除するのが重要なんでね。相手が納得しないときに、一方的に解除するために使う理屈がこの原則ですね。まあ、そ、そういう時は相手の、相手解除されても、ま、その信頼裏切ったとは言えないね、みたいなね、感じ。つまり、審議則っていうのは、何かしらの信頼が発生する関係性があって、それを裏切るみたいなときに使うのがこの審議則なんですよ。まあ、1から5に共通してますよね、その要素はね。 何かしらの関係がそもそもあるんです。事前に。で、権利の乱用はそれがない時に使います。で、詳しいことはまた6ページに見るんですけど、まあ、これちょうど今日10ページぐらい進めたらいいなと思って、時間的にも分量的にも半分来たので、えー、1分間、今から10分間休憩に入ります。はい。えー、では、後半の講義を始めていきます。よろしくお願いします。 はいえー、6ページからい、えー、きますね。さっきは、えー、審議則違反の話をしました。えー、1条の2項ですね。次は、1条の3項の、えー、権利乱用の話をします。実際皆さん問題解くときも、これが1条2項なのか、1条3項なのかは、示した上で書くので、これ、あの間違えない、間違えないようにしてください、えー。権利乱用の判例1つ目見ます。事例1。 えー、X は、竹が、竹田信玄が旗をかけたと言い伝えられている由緒ある、えー、少樹を、えー、所有していたところ、Y により、えー、少樹付近に鉄道の本線及び回避線が施設されたと。で、えー、X は、えっ、ー、と、これ、灰、灰ですね。塩梅とかって言うんですよ。んなんかちょっと、え、んとね。 倍炎かなまあ、ちょっといいんですけど、読み方わかんないんですけど、申し訳ない。まあ、その、すすの煙によるですねえ、すす煙かもしれないね。すす煙による、修受の、えっ、ー、と、このま風読みにくいな。腰かな腰を恐れてえ、線路の位置変更等を Y に申し入れたが、え受け入れられずですね、結局修受が腰してしまったため、X は Y に対し不法行為に基づく損害賠償を求めて提起したんですね。で、これつまりですね、えー、ま、鉄道会社がですね、鉄道を引いたんですよ。 で、まあ、あの、当時の鉄道、これ、まあ、大正の時代の判例なんで、大正8年。まあ、当時なんか煙とかプッププってね、あの、まあ、出しながら鉄道走ってましたと。その煙で、まあ、大事な松の木がですね、枯れてしまったと。で、これを不法行為と言えるのか、どうなのか、です。で、別に、え え、Y か。Y は Y でですね、別にその、ちゃんと自分のね、あの、と、土地ですよね。自分の土地に線路を敷いて、鉄道を走らせてるだけなんですね。えー、自分の土地の権利を行使してるだけだと。これ、権利行使なんですね。いわゆる。うん。この権利行使が、いやいや、乱用だと。権利行使によって、あなたの権利行使によって、被害被むった人がいると。これを、あのそん、不法行為と言えるかどうかっていう話なんですが、判例こう言ったんですね。 えー、権利の行使に当たる行為であっても、社会通念上被害者において、任用すべきものと一般に認められる程度を超えた場合には、えー、権利行使の適当な範囲内にあるものとは言えず、えー、不法行為が成立する。これ、権利乱用の例だと言われています。実際、権利な、権利乱用っていうのは、権利がある前提なんですね。権利がなかったら、そもそも権利乱用ですらない。 権利がある人がそれを良くない使い方をしていることを権利乱用っていうんです。だからちゃんとこの会社は鉄道を走らせる権利はあるんですよ。だけどもその結果、えーそ,のまあ、その周辺の人にですね、耐えがたい被害を被らせたときには、その鉄道を走るというその正当な権利行使が違法になる場合があるよと。そういう判例ですね。 まあ今ね、これと同じ事例は出ないですよね。だって今の電車煙巻かないから、<laughs> いつの話してるんだってなるから、一応ね、でもこういう基準だけね、なんかちゃんとした権利行使なんだけども、その結果他の人に迷惑かけた時に、それが耐え難いような迷惑であれば、それ、ちゃんとした権利行使でも不法行為になることがあり得るんだという、抽象的な基準を皆さんは理解してほしいかなと思います。これに関しては。はい。で、二つ目の事例。 えー、X はですね、うなずき温泉を経営する Y 会社が他人の土地を2坪程度かすめて、えー、引頭管をですね、えー、設けているのに目をつけ、その土地を買い受けて、Y に不当に高額、高額な価格での買い取りを要求したが拒否された。そこで X が Y に対して引頭管の撤去を請求した。ちょっとだけ複雑だからこれ図にしてみたいと思います。ええー、とですね、まず、 Y 会社がですね。あって、それが、こう、引頭管って言って、温泉の管を、こう、なんか引いてると思ってください。こういう、まあこれ管のイメージね。引頭管があると。こうね、その、なんかこう、 地面にこういう地面とかをこう引頭管が通ってるんですよ。で、この、こうまあ通ってる中に、ちょっと一部だけ、自分の土地に引頭管通すのは何の問題なんだけども、一部ちらっとですね、他人の土地をかすめてましたと。他人の土地通っちゃったんですよね。 で、ただ、この土地持ってる人は特に文句言ってないんですよ。まあ、この土地持ってる人が文句言うのはまあ別にいいと思いますよ。自分の土地勝手に、あのー、なんか、知らないもの、知らない管通されてるんだから、まあ、自分の土地でね。うん。で、ただ、ここで問題なの X が出てきて、これわざわざ X がこの土地を買うんですよ。これね。その土地を買い受けた。つまり、これ X がこの土地を買います。この引頭感があるのを知った上でね。 てか、むしろそれを利用しようと思って買うんですよ。X がこの土地を購入します。で、Y に言うんですよ。Y さん、Y さんと。あの、私の土地に勝手になんか、引頭管通してますけども、まあ、こんなの違法ですよね、と。うん。だから、あの、これ、あなたこれ通すんだったら、ここに書いてあるように、この土地を買いなさいよと。 ま、これで儲けようとしたんです X はね。安く買って、安いかどうかともかく、まあ、ある程度の金額で買って、それを不当な価格で Y に売りつけようとした。Y はこれ買わないと、温泉経営できなくなりますからね、あの、管が通らなければ。だから、それをどうせ Y は買うだろうと思って X は Y に言うんですよ。そしたら、えっ、ー、と、Y は、いやいや、ちょっとそれ勘弁してくださいよって言って拒否するんですね。そしたら、X は Y にこれ言うんですよ。 陰の撤去を請求したこれは、あの、これ自体は、あの、通る話なんですよね。皆さんもそうですね。自分の所有している土地に他人のものが置かれてたら、どけろって言いたいじゃないですか。それは当然認められるんですよ。自分の土地に他人のものがある、どけてくださいね。何の問題もありません。これは、権利行使です。これは、権利行使で。でも、このストーリーですね。このストーリーで、それ言われるのってひどくないっていう、これ、乱用じゃありませんか 権利はもちろんあるんだけど、それ、乱用になりませんかっていう問題で判例を言いました。所有権の侵害による損失は有に足らず、えー除去えー、侵害の除去が著しく困難であり、それができるとしても、莫大な費用を要すべき場合において、当該除去請求は、単に所有権の行使である外形を有するにとどまり、真に権利救済を目的するものではないのであって、社会通念上所有権の目的に違反して、その機能として、 許される範囲を逸脱するものであり、権利の内容に他ならない。だから権利の内容って言ったんですね、これね。で、どういうところに着目したかっていうと、まず、所有権の侵害による損失は有に足らない。ここです。まず一つ目、ここ。つまり、これ、あんた、こん、二つ分ほどって書いてるね。だから、ちょっとしか通ってない。そんな迷惑かかってないでしょ、と。提供しろって言うけど、言うほど迷惑かかってないよねっていうのがこれです。 所有権の侵害による損失はユニタラス。で、侵害の除去が一時的に困難であり、それができるとしても莫大な費用を要すると。でこれ、まあ、あのど、やっぱこれを、あの、引頭管をなんかこう、この場所をどかしてやるには結構莫大な費用がかかったっぽいですね。それ莫大な費用かかるとで。こういう場合において、ね、もちろんそれだけじゃないです。当該除去請求は、 単に所有権の行使である外形を有するにとどまり、つまり形上は確かに所有権の行使ですよねと。所有権があるところに他人のものがあるからどかせという、まあ、一見正当なものに見えるけども、これはですね、真に権利救済を目的とするものではない。はい。この文脈なんですよね。最初からこれ、ね、あの、ここにあるって分かって買って、 分かって買ってそれを無理やりどけろ、無理やりっていうか、その分かって買ったくせにどけろって言ってるんですね。だからこれ、もともとそうじゃない、この元の人がどけろって言ったら多分認められるでしょうね。元の人はだって知らないうちに通ってるんだもん。X は通ってるって知って買ってるんですよ、わざわざ。これがポイントですね。で、社会通念上所有権の目的に違反してその機能として許されるべき範囲を逸脱するという認定して、権利の乱用だと言いました。 で、この事例1と事例2の共通するのは、両方ともさっきの審議則と違って、事前になんかお互い信頼しましょうって約束は何もないんですよ。いきなり鉄道を通されて、あの、すすで松が枯れましたとか、いきなり知らない人がなんか土地の所有者だって言ってきて、どけろって言ってきましたとか、そこなんですね。事前に何もお互い関係性がない中で発生することが多いです、権利乱用は。で審議則は、審議則っていうぐらいだから、事前にそれを なんかこう、信頼を裏切れないような関係性があって、それを前提にそれを裏切るから審議則になる。だから、2項と3項がこれで使い分けるのがいいです。こういう話なんですね。で、だからこの審議則って本当にケースバイケースなんですよ。審議則ってケースバイケース。ただ、権利乱用はある程度パターンがあって、そのパターンまとめたのがこちらです。で、余力がある人はこれ覚えてもいいと思います。まあ、あの、 少なくとも参考にしてください。これに関しては。どういうことかっていうと、権利乱用というための条件。条件というか判断基準。えー、権利行使によって得られる権利者の利益と、相手方や社会が受ける不利益の程度を比較考慮し、えー、権利者の主観的対応も考慮して、総合的に判断する。これ使えるんですよね。原則はやっぱり、相手が受ける不利益と、 あの、その、権利者の、元々の権利行使の必要な利益です。元々、それ絶対軸にあるんですよね。権利者は、その権利を行使するっていうのは、なんか、ちゃんとした権利だから、何のために権利行使するのか。で、それと比較して、相手方はどんな不利益を受けるのか。権利行使された相手方。もしくは、社会の場合もありますね。あの、環境問題とかだったら、この社会の場合もあります。で、その不利益を比較して、 原則これなんだけどそれプラスアルファで、権利者の主観的対応も考慮する。つまり、さっきのこの X みたいに、わざわざ、ね、土地買った上でやってるっていう、この主観的っていうのはこの人の思惑ですよ。要するに思惑。本端みたいなものです。そういうのも考慮して総合的に判断するんだっていうのが、判例をまとめると、こういうふうな表現になるわけなので、 で、こういうのを使わないといけないんです。こういうのを三段論法って言うんですけども。まあ、あの、具体的な事例問題はまた、あの、今日はね、ちょっと事例問題は用意してないんだけども、あの、まあ、少なくとも、あの、相続の中ではあの出てくるのでえ、そこで詳しく説明しますが、三段論法って事前に判断の基準を先に示すんですよ。 これって、小学者の方、あの、最初ピンとこないんだけども、それは全然しょうがなくて、判例も、判断、三段論法を使ってるものもあればそうじゃないものもあるので、だから判例だけ参考にしててもあんまりうまく論文書けるようにならないんですね。これはちょっとした罠なんですけども、あの、判例は別に司法試験で点数欲しいから書くわけじゃないんで、もうそういう段階じゃないんで、僕、僕たちは論文で点数を取るために書くんで、この時に判断論法って言って、最初に判断基準を書くんです。その上で、 この基準に具体的な事実を当てはめるというのを次にやります。そして最後に結論を書く。この3ステップを3段論法って言います。だから、権利乱用じゃないかって思ったときに、まあ、あの、良くない例としては、こういう事情とこういう事情とこういう事情があるから権利乱用だ。これは良くないんですね。さっきの3段階のステップ踏んでないんです。 権利乱用かどうかは、こういう基準で決めますっていう基準を先に書く。で、今回の事実がこの基準に当てはまるかどうかをその次に書く。で、当てはまってるから権利乱用だっていう結論を書く。もしくは、当てはまらないから権利乱用じゃないっていう結論を書く。これが三段論法なんです。だから、例えば、この、 権利内容の判断基準を使うと、えー、おおむね、こ、この要素ですよね。この緑でか囲いますと,と、この要素と、この要素と、この要素ですね。この、 三つの要素に関連する事実を問題文から探すんですよ。基準、基準にはそういう判断に必要な部分があるんですね。基準っていうのはね。その基準を判断するのに必要な要素をこれ三つに分けられますから、この三つの要素を事実から抜き取るんです。問題文から。その事実がちゃんと抜き取れていればそこにどん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 点数が来るんですね。まず判断基準をかけていれば点数が来る。その判断基準に該当する事実をかけていれば点数が来る。 そして結論が、えー、かけていれば点数来る。まあ、今のところこのイメージでいいです。もっと具体的なことはどんどんあの後で説明していきますから。はい。だから間違っても、なんか、こんな事実があるから、これとこれを引っ張って直ちに権利乱用だ。それは三段論法じゃないことだけは今のところあの意識しておいてください。 じゃあちょっと過去問やってみますね。過去問っていうのはまあ担当問題があるので、えー、担当の過去問を見てみたいと思います。えー、平成20年の司法試験第1問で、えー、これ審議則、これね、えー、審議誠実の原則または権利乱用の禁止の原則に関するもののうち、権利乱用の原則について述べているものを選べという問題です。だから審議則が権利乱用かをちゃんと仕分けしろって問題なんですね。じゃあ見ていきますね。えーあ えー、国は公務員に対し、その生命及び健康等を危険から保護するように、えー、配慮すべき義務を負う。これさっきやった安全配慮義務の話ですねで。安全配慮義務っていうのは国と公務員っていう制約関係、関係がある者同士のものですから、これ審議則です。だからこれは審議則なんで、権利乱用ではないので、これは罰になります。続いて、E。 解除権を有する者が長期にわたりこれを行使せず、相手方においてその権利はもはや行使されないと、信頼すべき正当の自由を有するに至ったという段階の、あ特段の事情がある場合には、解除権の行使は許されない。このさっき判例ありましたね。 はい。まあ契約して、もう契約に則っ,った関係が生まれているわけですから、その関係の中で、なんか解除権をずっと行使せずに続けてるっていうね、その信頼を裏切らない。関係性がある。その関係性を裏切るっていう話だから、新規則なんで、権利の内容ではないから、これも罰です。う。えー、動産売買における引き渡し場所について、えー、飼い主が売り主に問い合わせをすれば知ることが容易であった場合には、問い合わせを行った飼い主は、 お、怠った飼い主は、伝えの責任を、え、免れない。まあ、ちょっと難しい話してるんですけど、さっきの判例なかったからね、これね。まあ、あの、物を買いましたと。で、買ったら、その物を渡すじゃないですか。渡しに行こうってなった時に、あれ買った人の、なんか、届け出先分かんねえなと。だから、届けなかったと。で、これ、あの、でも届け先分かんないだから、しょうがないよねって言ってるんだけども、いやいや、聞けよって話ですよね。どこを届けたらいいんですかって聞けよって話。だから、えー、それ、 心義則的に聞かなきゃいけないよね。つまりこれ契約の関係があるんですよ。契約の関係があるから、その関係に基づいて聞けよって話だから、これ関係を前提にしてるから心義則です。だから権利乱用ではありません。関係性あるんですね。え。 えー、妨害による所有権が侵害されても、えー、生じた損害が軽微であり、えー、妨害を除去することが著しく困難で、多大の費用を要する場合には、えー、不当な利益を獲得する目的で妨害の除去を求めることは許されない、まあ。また、私がさっき言ったもこの基準ドンピシャですよね。うん。あの、損害は軽微。で、除去するのが困難。で、多額の費用を要する。で、その目的が不当な利益を獲得する目的だ。この、 3要素全部含ままれてますねこれまあ権利乱用なんですけど、だから、からこれってあの、妨害による所有権、つまり妨害による所有権の侵害って、例えば、あの急に知らない不審者がやってきてみたいなイメージなんで、事前の関係性がなくても成立しますよね。これ、権利乱用ですね。だから、丸です。これは丸で、お、えー、権利の行使であっても、社会通念上、被害者が任用しなければならない程度を超える場合には不法行為が成立。これも、さっき言った松の事件ですよね。でこれ、丸ですね。これもいきなり、あの、 被害者っていう言葉がもう表してますよね。被害者って別になんか関係性があるとかじゃなくて、いきなりなんかやられたみたいな、事前の関係性がないですから。これ、権利行使の話。まあ、審議則にはならないので、とってことで、5番が正解。審議則と、え、権利乱用の区別ですね。これができるようになってください。はい。では、進みますね。で、 えーまあ、今のが一条に絡んだ問題でした。続いて、えー、テーマちょっと変わってですね。えー、試験の主体ですね。えー、これはま,あまず自然人ね。さっきも言ったように今日のメインテーマは自然人とこの後に続く法人の二つですね。ちょっとここを理解してほしいなと思います。あと一時間ぐらい、一時間ちょっとかな。この二つを一、えー、時間ちょっとで喋れたらいいかなと思っています。 で、えー、まずですね、自然人とは何か。まあ、自然人とはもう我々普通の人間のことなんですけども、えー、これ、権利能力っていうワードがあって、これめっちゃくちゃ重要なワードなんですね。あの、これ、分かってないと大学の講義、最初、チンプンカンプリになっちゃいかねないようなワードなので、これ確実に理解してほしいんだけども、権利能力っていうのは、権利義務の主体となり得る地位資格のこと。権利義務の主体となる。つまり、債権とか物権とかの、あの、 なんだよ。帰先になれるってことですね。さっき動物とか無理だよって言ったじゃないですか。人間はなれるんですよ。子供から大人まで。人間はみんななれます。貴族権利義務を持てます。人間は。だただ、動物は持てないですね。そういう話です。だから、犬とかダメなんですよ。あの、権利能力は、あの、つまり、人はあるけど、まあ、犬はないみたいなイメージね。もう、だから、要するに、この人に私の財産をあげます。は、OK。 このワンちゃんに私の財このワンちゃんめっちゃ可愛いからこの私の財産あげますっていうのはこれ無理なんですよ。犬はその権利を所有できないんですよね。どんだけ可愛くてもダメ。チワワでもダメ。どんだけ尻尾振ってくれてもダメ。めっちゃ尻尾振ってるから権利あげたいって思ってもダメ。これが、えー、権利能力です。権利能力がないんですね。犬とか動物にはね。そういう話。はい。 それはそんな話、それだけの話なんですけどね。でもそれはちょっと最強やいこしいから、え、問題なんですが、まあ、それは覚えておいてください。権利能力っていうのは、えー、自分が何かこの人にあげたいなと思った時にあげれるかどうかっていう基準で考えると分かりやすいかなと思いますね。で、それはさっき言ったように、えー、3条1項で、この、権、試験の共有っていうワードで表現されてるわけですね。その共有は出生に始まると。これは人に限ります。人が生まれた時です。 で、じゃあその出生っていつだっていう問題が、まあ、あの、細かい論点であるので説明しとくと、これ出生とはですね、生きて母体から完全に分離することを言うと。まあ、どの段階でその権利義務を持てるような状態になるかっていうと、赤ちゃんが生まれてくるときにお母さんのお腹から生まれてくるんだけども、あの、ちょっとずつ出てくるよね。あの、頭からこう出てくると思うんだけども、それが全部体全身出た、 その時に、あの、出生と言って、その時に人として権利義務の主体になるっていうのが、これ民法ではそういう評価になります。民法で人が権利義務を持てるのは、赤ちゃんがお腹から完全に出てからです。だからこれ完全露出説って言われてます。で、これ一個だったら簡単なんだけど、ややこしいのが、これ刑法は違うんですよ。刑法で人って出てくるんですね。人を殺してはいけない、人を殴ってはいけない、当たり前なんだけども、そこで言う人って何かっていうと、 これは、お腹の中から、ちょっとでも出てきたら、その段階で人です。これを、一部露出説って言います。警報は一部露出説なんですよ。これ、ややこしいんで、最初ね、どっちだっけって迷っちゃうんですよね。ただまあ、考えたら結構簡単で、あの、もしですよ、警報が完全露出説だったらどうなるかっていうと、赤ちゃんがね、こう、おぎゃーおぎゃーって出てきた時に、首とか出るじゃないですか。その時に、まだ露出、完全じゃないから、人じゃないんだったら、そこで殺してもいいってなっちゃうんでしょ。 いや、そんなわけないじゃないですか。それも殺人じゃないですか。これ人じゃなかったら殺人にならないけども、おぎゃーって出てきた赤ちゃん殺したらさすがに殺人だよね。だから刑法はその段階で人として守らなきゃいけない。もう攻撃を受ける一部でも露出したらそこに攻撃受けますから、守らなきゃいけないから一部露出説で、民法は権利義務の主体なんて、 別に、なんで、この段階で権利欲しいですか皆さん、ね。おけら出てきて、この段階でもう権利欲しいっていう赤ちゃんいないじゃないですか。それはもう、ちゃんと完全に生まれてからで遅くないよねっていうことなんで、まあそう考えると、まあ民法の方が遅いのも当たり前かなという気はしますね。はい。で、ここでややこしいのは、これもね、あの、まあ担当で聞かれやすいので、えー、出してますが、あの、退治を、 出生したもの退治っていうのはこれお腹にいるってことなんだけども、お腹にいる段階で出生したものとみなす、つまり権利義務の主体にできますっていう例外のケースが民法で3つあるんですね。1つが損害賠償の請求です。これ権利義務の主体になるってどういうことかっていうと、例えばさっき犬を例に挙げましたけども、犬を例えば、まあ、悪いことだけども殴って怪我させるとするじゃないですか。 もちろん飼い主は損害賠償請求できますよ。でも犬本人が損害賠償してくることはできないんですね。犬にそういう権利がないから。で例えばあ、生まれてくる前の赤ちゃんが、例えばね、親とか殺されるとするじゃないですか。それって赤ちゃんにとっては当然損害なんですよ。親に保護してもらう権利が赤ちゃんありますからね。それ失われてるんですよね。つまり、親殺す、まあ赤ちゃんじゃなくても子供でもそう。親殺されたら、親殺されたことによって不利益を受けたら、当然殺した人とかに、 損害賠償請求できるじゃないですか。でも、まだお腹の中にいる時にお父さん殺されて、で、でもお腹の中にいたから損害賠償請求できない。そんな悲しい話ありますよ。これかわいそうだよね。だからその時は、お腹の中にいる段階でも、その時にお父さん殺されたら、お父さん殺されたことによる損害賠償を生まれた後に請求できるようにするために、もう生まれたことにするんですよ。そうすると、その段階から権利はあるよっていうことになるんですね。で次、相続です。相続。 相続っていうのは、あの、例えば、うん、こんなケースを想像してもらおうかな。母が、まあ、胎児で、あの、まあ、胎児妊娠してるとするじゃないですか。母が胎児を妊娠してますよと。で、ここに、兄弟で、まあ、あの、まあ、長男、まあ、次男がいて、 お父さんいるとするじゃないですか。で、この段階でお父さんが死んじゃったとすると、相続開始死んだら相続始まるんですね。で、さっき言ったように、お腹の中の子供はまだ権利義務持てませんから、相続でお父さんの権利、お父さんが持っている財産とかを引き継げなくなるんですよね。でも、これ例えば、 生まれた日が、例えばね、あのー、なんだ ?5 月5日で、死んだ日が5月4日だとすると、その、あと1日早く生まれたらお父さんの権利相続できたのに、1日遅かったからお父さんの権利相続できない。これもかわいそうじゃないですか。うん、この、もし、えー、っと、これ、もし、えー、っと、この段階で相続、これ書かなくていいんですけど、どっちでもいいですけど、もしこの段階で相続できなかった場合は、えー、っと、だから青で書こうかな。 あ、緑か。緑で書くと、えー、二分の一、えー、四分の一、四分の一って、これあの、後で勉強しますけども、あの、民法3でね。ここの割合になるんですよ。お父さんの権利を二分の一、四分の一、四分の一で相続するんですね。これ、が生まれてない。胎児が権利金も持てなければ。で、もし体、二分の一でこれお母さんだけね。お母さんだけ。胎児ゼロです。胎児ゼロ。そう書いておこうか母が二分の一で、胎児ゼロになるんだけども、これもし生まれてるってことにすると、お母さん二分の一は変わらないんだけども、 胎児も6分の1もらいます。で長、長男6分の1、次男6分の1になります。合計で1になってるよね。こういうルールなんですけど、こ細かいことは民法3でやるとして、つまり、これあまりにもかわいそうでしょ生まれてくれば、お,お父さん6000万持ってたら1000万ですよね。1000万ロ0になるわけですよね。 かわいそうだからもう、相続についてはもうこの開始した時に生まれたもの、つまり相続により発生する権利を持てる状態にしてあげる。権利能力を与えるってことです。権利能力を与えるわけです。お腹の中の赤ちゃんにね。で、三つ目が、えー、と、これ、この180、あ、先に丸三見るね。186条これあるね。186条。 この規定はですね、獣医者について順位をする。獣医者って何かっていうと、まだ死ぬ前に、自分が死んだら誰々に、あの、私の財産これこれあげるっていうような、そういう、ま、遺言を書いておくことです。それを遺贈って言います。自分が死んだら誰々にこれこれあげるっていうね。で、これもですね、例えばおじいちゃんとかが、あの、生まれてくる孫楽しみにしてて、 で、あのー、孫に、あの、こう、財産あげたいんだけども、孫生まれてくるまで自分死にそうだってなった時に、でもう生まれてきたら自分の財産分けてあげたい。それ別に叶えてあげても良さそうじゃないですか。でも、その時点で生まれてなかったらできないってうちょっとかわいそうだから、その遺像って言って、あの、生まれてなくても、そういう、あの死んだら、この、この生まれてくる子にあげるっていう、えー この3パターンが用意されているのでこの3パターンの時だけ、えー、胎児には権利能力があることになります。まずこれ、基本なので覚えておきましょう。この3パターン、損害賠償請求と、えー、相続と遺贈です、はい。で、もう、こっから応用ね、今のは基本だから、今のは最低限をあの理解してほしいんだけど、こっからちょっと難しくなっちゃいます。これ余力があればでいいです、これは本当に応用なんで。 この、すでに生まれたものとみなすってどういう意味かと。これそもそもみなすっていうのは、あの、前回説明したように、まあ、覆えれないものなんですよ。でもね、じゃあ生まれてこなかったらどうするのっていう。生まれてきたものとみなしてもう覆ることはないってなって、じゃあ生まれて、その生まれてこなかったらっていうのは、悲しいかな、その、まあね、生まれてくる前にお腹の中で亡くなったとか何でもいいんだけども、そういうことがあったと。どうするんだと。いうときに、これこういう解釈を取ってるんです、判例は。 胎児の間はこれ、非常に今、さっきした説明と矛盾しちゃうんだけども、それはもう、あの、判例がそう言ってるんですよね。胎児の間は権利能力はないが、無事に生まれると、相続の開始や不法行為の時にこれ、遡って、権利能力を取得するっていう意味で解釈してます。正直、この文言とは合わないと思うんですよね。でもこれはもうしょうがないです。そういうこともあるんですよ、もう、あの、法律って。なんか、この法律の表現と、 一般的な解釈合わなくねみたいなことはあるんだけども、それもしょうがないんですね。うん。で、これはまあ割り切って覚える方がいいです。別にここについて深く問われることはないですよ、文文とかでも。この解釈さえ分かっていれば十分です。うん。で、つまり、えー、例えばね、お父さん殺されましたと。で、退治が、あの、損害賠償、その時点でほ、本来は請求できるはずなんだけども、一旦停止条件ってことは、生まれるまではその効果発生しないんですよ。まだ、 要するに、まだお腹の中にいるときは、生まれてきたら、その時点から権利能力があることになるけども、まだ権利能力ないと。で生まれてきた瞬間に、その父が殺された日付に遡って権利能力を取得するっていう、ちょっと難しい理屈なんだよね、うんで。結局まあ、無事に生まれたらもう一緒です。無事に生まれたら一緒。無事に生まれたらその時から権利能力があったと一緒だから、そこはもう深く考えないでください。無事に生まれたら一緒です。で、生まれてこなかったら、その権利はなかったことになるんですよ。 だから、まあ、ここにも書いてるけどね。全項の規定は、胎児が死体で生まれた時は適用しないって書いてて。だから、これと共通的な理解なんだけども、結局、生まれてこなければ、やっぱり権利能力は最初からなかったことになります。その停止条件説っていうものがあって、で、まあ、こっから、その上でさらにこれまた応用的な話しちゃうんだけども、あの、胎児中にはこれ、法定代理人は存在し得ず、母は胎児を代理して、 えー、損害賠償請求や、えー、時短遺産分割などをすることができない。例えばね、遺産分割ちょっと難しいから、時短で例えると、まあ、お父さん殺されたとするじゃないですか。殺された人っていうのは、損害賠償義務を負いますよね。で、損害賠償じゃあいくらなのか、いくらかってこれ難しい話なんですよ。これが何,何千万なのかどうかって。だから、そこで、えー、裁判とかしても、なかなか、 え、お互いの言い分がか、なんかこう噛み合わなかったりとかして、えー、その時にまあ、示談っていうのはできるんですね。お互い、まあ、損害も、ここはもう5000万にしましょうよ、わかりましたみたいな、まあ、示談ってできるんだけども、その時に、示談ってその人ごとにするんですね。損害賠償請求すると、A さんと B さんがそ、C さんに損害賠償するときに、A さんと C さんで示談する。B さんと C さんで示談するのは勝手なんだけども、じゃお腹の中の赤ちゃんって示談できないじゃないですか。 この時にお母さんが代わりに示談することができるかって話なんですね。で、この時にもし、この時点で権利能力があるんだったら、この、まだ妊娠中に、実際の妊娠中にもう権利能力あるんだったら、母親が代理してね、変わって、さっき代理の説明ちょっとしたけども、子供のお腹の子に代わって自分が示談するってことができちゃうわけですよ。そしたら、生まれてきた子はそれによって、その示談の効力をあこう受けるんだけども、 この停止条件説だとそれができないんです。なぜなら、生まれた時に初めて、あの、効力が発生して、遡るんだけども、効力発生って生まれた時なんですよね。ここがめっちゃ説明難しいんだけども。うん、つまり、ってことは、実際にまだ生まれる前にこの状態、あのおなかなかいる状態だと、まだ生まれてないから、まだ効果発生してないから、まだ権利能力がないんですよ。ってことは、ないものは代理できないから、 この時点のお腹の中にいる段階でお母さんが代理して示談したりはできないんですね。で、後から生まれてくると、その生まれた後にお母さんが代理することができます。生まれた時はもう発生してるから、権利がねで。それは遡って日付に戻るんだけども、代理行為っていうのは、その、 この生まれてない、この実際のこの時にリアルタイムになるわけでしょそれはもう遡ったからといって、お母さんもタイムスリップして遡ってこの時点に戻るわけはできないから。だから、あの、この解釈は一応、この、ね、停止条件説を取れば、これは理屈上はね、あの、法律がわかる人は、あの、なるほどって思うんだけど、今皆さんが仮に私の説明でもわからなかった場合は、それはもう仕方がないので、あの、そういうもんかと思ってください。で、ここがわかんなくても全然大丈夫です。 <laughs> こんなのって、私も司法試験の勉強の時に別に、あの、そんなに理解ちゃんとしてたかって言われると怪しいですし、あの、そんな、ここで合否決まるほどの、あの、そんな重要論点じゃないです。だからまあただ、んかそんな複雑な論点もあるんだな、程度で構いません。うん、ここはわかんなくても、挫折だけはしないようにしていただきたいなと思ってます。結論としてね、あの、この結論だけ知っておくと担当問題のバルバスとかで出るんで、うん、あ、代理はできない。生まれるまでは代理はできないんだ。 それは停止条件説だからそうなんだぐらいのふんわりとした理解でも大丈夫ですから、まあとりあえず次に進みたいと思います。で、この権利能力と区別して大事なのが覚えてほしいのが意思能力ってやつなんだけども、これ全然違う概念で、意思能力っていうのは事故の行為の結果を弁識するに足るだけの精神能力です。もっとわかりやすく言うと判断力みたいなもの。で。 つまり、権利能力はあっても、意思能力がない人はいるんですよ。権利能力があっても、意思能力がない人の例、今皆さん思いつきます何か。権利能力はあっても、意思能力はない人の例が、今パッと思いついた人が、この2つの区別がちゃんとできている証拠です。できてない人はこれからちゃんと説明聞いてください。えー、これですね、ここに書いてある通りなんですが、まあ、幼い赤ちゃんとか、まあ、幼稚園児とか、 あとは、高度の精神病とかで、あの、ちょっとまともな思考ができないような状態の人とか、あとはもう泥酔とかで、あの酔っ払っても何もわかんなくなってる人とか、こういう人たちは意思能力がありません。ね、こう,いう人はなぜか、なぜなら、自分の行為による権利義務の変動の結果を理解できないですよね。うん。この人、この人、こういう人たちになんか小難しい契約書を見せて、この契約やりませんかって言われて、理解できますかっていうと、これ誰もできないでしょ。 でね。だからそういうのは、契約の中身とか理解できない。人は、意思能力がないんですよ。でも、この人たち全員、権利能力があるの分かりますこの人たちは犬や猫じゃないですよね。つまり、この人たちは、何か法律の権利を得ることはできるんですよ。だって、例えば、さっき代理って言ったけども、代理すれば、代理されたこの人たちは、あの、代理人経由で、自分の権利能力を獲得するんで、権利能力じゃない、自分の権利義務を獲得するんですよ。 代理さえあれば、この人たちは権利を獲得できますよ。でも、自分で、そういう行為を判断することはできないから、他人にやってもらうだけですけどね。でも、犬や猫は代理してもダメなんです。判断、それは判断能力がないからじゃなくて、権利能力がないからなんですよね。まあ、もちろん判断能力もないんだけども、それ以前の問題って感じ。だから逆に言うと、めちゃめちゃ賢い AI とかも、それは意思能力はあるけど、権利能力はないパターンかな、それは。 めちゃめちゃ賢い AI って意思能力あるでしょ絶対に。人間より賢い AI もあるぐらいだから。だけども、権利能力はどうしても上げられないですね。うん。人じゃないから。そういう話。それが分かってれば完璧です。この二つのね、用語の理解です、うん。これ分かってないと民法の、あのね、最初の大学の授業が地獄になっちゃうので、それだけは理解した上で大学の講義受けてほしいなって思いますね。まだ大学の講義始まってないと思うので、あの今年のあ、始まってんのかギリ始まってんのかとかそうか。ギリ始まってるんだよね。 っていう話。で、まあ一応、で、これがないとどうなるかっていうと、3乗の2っていう条文があって、あ、の2とかあんま気にしないで。あのなんか、1乗、2乗、3乗とかあって、3乗の2っていうのは何かっていうと、あの1乗、2乗、3乗、4乗ってある中で、後で追加してるんですよ。で、本来、1乗、2乗、3乗ってある中で、あ、こことここの間に入れたいなって思った時に、1乗、2乗、4乗って入れたらいいんだけども、そしたら、4乗以降全部ずれるよね。めんどくさくないそれって話。全部ずれるんですね。 だからもう3条の2ってやるんです。だから何とかの2っていうのが出たら、あ、後から入れたんだなと思ってください。その程度でいいです。3条の2って後から追加して、えー、法律行為の当事者が意思表示をしたときに意思能力を有しなかったときは、その法律行為は無効とする。はい。つまり、えっ、ー、と、法律行為できません。ね。泥酔してる人に、ね。 な、何々さん酔ってますねつっ,って。お、俺も酔っちゃってんだよとかって言って。あなた、あなたなんかこの間1000万なんか競馬買ったって聞きました。お、そうなんだよ。俺すげえだろとか言って。すごいですね。僕にその1000万くれませんかお,お前欲しいのがいい。あげてやるよって契約成立しちゃうじゃないですか。あの、普通、この人が判断能力あるってなったら、それで契約成立しちゃうんですよ。でも、さすがにそれまずいよね。そんな、なんか知らふになった後に、あの時録音してますよ。これ聞いてください。つって,言って。1000万、はい、払ってくださいって言われて。 どうしますかってことで、その時に、いや、俺は意思能力があの時なかったから、あの時の契約は無効だって言えるのがこの3条の2です。幼稚園児もそうだね。幼稚園児だって、あの、権利能力があるから、おばあちゃんとかから、すごいなんかこう、土地とか増与されてる可能性あるんですよね。 それ悪い人が、あ、君なんかあそこの土地持ってるんだって言って、うん、そう思ってるんだよって、すごいね、つっ,って、このキャンディーあげるからあの土地くれないうん、いいよ。契約成立しちゃうんですよ、これでね <laughs>。それもまずいじゃないですか <laughs>。だから、まあ、それはちょっとまた、あの、後でやる、その、行為能力にもなるんだけど、まあ、それちょっと無視してもらうと、それも意思能力がないですね。っていうような判断もできます。はい、そういう話なんですね。うん。なので、で、これは、その、こういうふうに、 個別に判断するんですね。意思能力っていうのは。権利能力はもう、あの、人ならある、犬ならないっていうふうに、もう、類型的なものだよね。人の中で個別に判断されないけども、意思能力は人の中でさらに個別に判断するから、ポイントなのは、意思能力に関しては、個別に判断します。 酔ってる時は意思能力がないけども、シラフに戻ったらあるとかね。子供の頃はなかったけど、成長したからあるとか。逆に、あの、歳をとって、あの、こう、そのま過労、あの、過労、過労とかの影響で、ちょっとその、まあ、亡くなってしまうっていう人もいるかもしれません。個別に判断します。 で、一方で、行為能力っていうワードもあって、だから権利能力、意思能力、行為能力の三つが本当最初ごちゃごちゃになるので気をつけてほしいんだけども、行為能力は、えー、自らの行為により、法律行為の効果を確定的に、確定的に自己に帰属させる能力のことですね。自分、自分で法律行為をやったときに、その効果を確定的に自己に帰属させる能力を言って、で、これは意思能力があっても行為能力がない人はいるんですよ。 意思能力ってまあ言ったら、中学生とかだったら意思能力全然あるんですよ。中学生ってね。うん。あの、普通判断できるでしょ。あの、ある程度のことは。じゃあ、でも中学生と契約って、えー、するときに絶対契約する側ってあるもうお決まりのフレーズありますよね。保護者の同意をもらってくださいっていう。<laughs> あれね。そう。あの、アプリとかで課金とかするときとか経験ないですか皆さんも。 うん。保護者の同意をもらってくださいとかって。あれもお決まりのフレーズなんだけど、あれなんでかっていうと、行為能力があっても、あ,あ、ごめん、意思能力があっても、行為能力がないんです。でそうすると、確定的って要するに、後から、要するに、それで決まらない。本人だけで確定させられない。逆に言うと、保護者が後に取り消したりできるんです。確定の反対って要するに覆るってことだよね。保護者が、あの契約、あ、あのー、ダメです。無効ですって、あ向こう取り消しますっていうふうに、保護者が、 ええと、あとで、結果を覆せるから、自分だけで確定させられないんですね。うん。これを、行為能力と呼んでます。行為能力を制限されてるっていうことなんですよ。で、こういうのは、じゃ何のためにあるのかっていうと、これは、基本的には、あの、その人たちの権利保護のためです。権利というか、まあ、その、いろんまあこ、そういう、損しないためのもの。つまり、 中学生とかだと、あの、こう、あんまり価値とか分からずに契約とかしちゃうこともあるんですね。うん、うん。そういう場合に、あの、親とかっていうちゃんと物分かりのある大人が、それを後で判断できるようにする。そういうルールなんです。で、これは、未成年以外にも4パターンあるんですよ。この行為能力が制限されてる。行為能力っていうのは、 さっき、意思能力は個別に判断するって言いましたが、行為能力は、行為能力はね、個別に判断するんじゃなくて、法律で決められてます。まず未成年者ですね。17歳以下ですね。今で言うと。でも17歳以下だったらもうみんな未成年でしょ。だからみんな親に同意な、親の同意なかったら覆されるから、みんな全員17歳以下は行為能力が制限されてるんですよ。意思能力はあると思いますけどね。 この子は特に賢いから、この子だけはこういう能力制限なしとかならない。それは個別的じゃないってこと。うん、で、えー、なんでそうするかっていうと、そのね、もともと意思能力で全部判断すればいいんだけども、その意思能力っていうのはその個別に判断することが、これ個別なんだよね。しなきゃいけないんだけど、それってやっぱ結構難しいよね。酔ってるって言ってもどれくらい酔ってたのみたいなことになっちゃうじゃないですか。だから、あの、 そのために、その行為能力制度っていうのを法律が作ったんです。そこで、行為能力制度っていうのを設けて、一定の条件に該当する人は、この行為能力を制限して、この法律行為の有効無効をこ、ね、この類型的に判断できるようにしたんですよ。類型的っていうのがキーワードですね。個別の逆で、類型です。もうカテゴライズ。17歳より、あ17歳以下か、18歳以上か、みたいな、もう、 カテゴライズしちゃうってう感じ。これが、行為能力制度っていうものを設けて、それをやってる制度があるんです。これは制度だと思ってください。制度です。法律が作った制度。意思能力っていうのは、我々個別の問題。行為能力は制度です。で、おこの4つがですね、この4つのことを、制限行為能力者って言います。で、制限行為能力者4つあって、 こ,れこの四つもね、覚えるの大変なんですよね。最初民法をやる人で法律嫌いになる人は多分ここじゃないかと思うんですよね。最初嫌いになるのってね。うんまあ、嫌いになってもしょうがないぐらい難しいんですけども、えー、一応なるべくわかりやすく説明させてもらうと、一旦ですね、ここで区切るんですよ。ここで区切れます。まあ未成年とそれ以外の人は全くカ,カテゴリーが別だと思ってください。未成年はもう17歳以下ですね。で、この234が、まあその、 ま、病気とかそういう影響とか、ね。で、何らかの原因で、あの、歳と関係なく、あの、まあ、こういあの判断力が劣ってるような人のことをカテゴライズしてます。で、判断力は下、えっ、ー、と、上に行くほどあの判断力が劣っているので、2が一番、これ一番判断力ないの、この人。で、逆に言うと、あできることは4の人が大,大きくなりますね。 4の人が一番この判断能力ある。3はその次、2は一番ないみたいな感じ。未成年者は別枠。なんで、その、逆に言うと、その、まあ、それを障害って表現しますよね。あの、なん障害って表現っていうのはそういう意味じゃなくてなんですけど、なんていうか、うん、あの、まあ、そういう意味だと思って、そういう意すごい難しいな, <laughs> なんかセンシブな言葉だから難しいんですけど、なんかそういう、そういう意味の障害じゃなくて、その、 判断する上で障害が生じるみたいな意味ね。そういう意味ねあく。あくまでね。その程度で言うと、あの、障害の程度は下に行くほど少なくなるから、そういう意味で、まあ、矢印上でもいいよ。これなんか分かりにくい上でもいいです。なんか僕は下の方がなんか矢印くるんで下にしてますから、つまり、まあ、序列があるんですよ。序列が。この人が下に行くほど、まあ、障害の程度は小さめ。上に行くほど大きめって感じ。うん なんですね、だから、まあ、えっ、ー、と、まあ、序列があるから矢印で表現してます。逆の方が分かりやすい人は逆でもいいです。で、じゃあ具体的にどんな制限があるかっていうと、まず、ここの条文見れば分かるんです。未成年者5条6条、成、えー、年費後見人は7条から10条、11から14、15から18なんで、皆さんまあ、あの、6本持ってる人は見てみてください。で、まあ、未成年者見ると、5条見るとですね、こう書いてるんですね。 未成年者が法律行為をするには、この法廷代理人の同意を得なければならない。法廷代理人普通は親です。うん。で、ただし、単に権利を受け、えー、または義務を免れる行為についてはこの限りではないと。まあ、これは別にあ、あの、自分に有利なことはね、いいと。あの、ただ物をもらうだけとか、それはもう親の同意なくても大丈夫って話。で、2項を見ると、全項の規定に反する法律行為は、 取り消すことができる。これなんですね。大事なのね。全項の規定に反する法律行為、つまり、親の同意を得ない法律行為は取り消すことができちゃう。なので、確定的には、ね、自分に帰属しない、取り消される可能性が残るってことです。で、続いてはですね、えーまあ、2項の成年非公献に見ましょうか。2項じゃないや、えー、丸2の。7条から始まるんですが、まずね、7条見てもらうと、 精神上の障害により、自理を弁識する能力を書く状況にある。まずこれですね。能力をですね、これ段階が下に行くほど重くなっあ軽くなって、一番上が重くて、このね、能力をですね、この、書く状況ってこの字使うんですよ。まあ、常に書いてるってことね。能力を書く状況。 判断能力も常に書いている人たちっていうのは、この、えー、青年後継人っていう枠を用意してですね。うん。で、じゃそれって、でも、え、それってここで判断するんだったら、結局個別に判断してることになりませんかと思った人のために説明すると、これ、えー、7条続きをもとですね、えー、そういう状況にあるものについてはですね、家庭裁判所は、 本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見、えー、監督人、補佐人、補佐監督人、補助人、えー、補助監督人、または検察官の請求により、ここから、ここからです。後見開始の審判をすることができる。うん。つまり、家庭裁判所が決めるんですよ。事前に。あなたは成年非後見人ですよって家庭裁判所で決めるんです。 で8条を見ると、えぇ、ー、貢献開始の審判を受けた者が、え青、ー、年非後見人とし、ここですね、ここで出てくるのが青年非後見人ですね。はい。えっ、ー、とし、これに青年後見人を付する。うん。つまり、あの、これ、何もしなければ、いくら、あの、こう、判断能力がなくても、青年非後見人とは扱われません。 事前に、この人ちょっと判断能力を書く状況なので、家庭裁判所で、この人成年非公権人というふうな判断してくださいと。判断しますってなって、初めて成年非公権人です。そういう意味でもう累計的なんですよ。事前にはっきり決めるんですよ。この人は成年非公権人ですって裁判所で。その申請はね、あの、事前にやっとかなきゃいけない。だから累計的なんですよ。でそういうふうな審判を受けたら、その人に成年公権人をつけるんですね。 だから、後見人っていうふうに、後ろから見るって書いてる通り、後ろからバックアップする人をつけるんですよ。で、それをつけられてるから、まあ、あの、あれですよね。非がつくわけですね。うん。で、じゃあこれつけられたらどうなるかっていうと、9条を見ると、青年非後見人の法律行為は取り消すことができる。そうね。取り消せるんです。未成年と一緒ですね。これ取り消せ、取り消せます。えー、ただし、 えー、日用品の購入その他、えー、日常生活に関する行為については、えー、この限りではない。だから、最低限コンビニとかで買い物はできますよ。うん、それは取り消されないんだけども、まあ、それ以外の契約とかは取り消さ、取り消すことができる状況になります。うん、そうすることでその人を守るんですよ。もう判断能力ないから、自分の持ってる家とか勝手に売っちゃったりとか、めちゃめちゃ高い壺買っちゃったりとか、そういうことが起きるから、後で取り消せるようにして守ってあげるっていう制度だと思ってください。 だって、そうしないと、家族とかがすごい迷惑凍ることもある。おばあちゃん何買ってきたのこれ、何こんなの買ってきてみたいな、なんか、ことが起きたときに、後継人つけてれば、取り消せるんですね。で、次はですね。あれ、これ、十、あ、ちょっとごめん、これ、あの、あ合ってるか。そっか。で、次が、え、十一条ですね。えー、補佐人。で、補佐、補佐人、非補佐人か。非補佐人っていうのは、精神上の障害により事理を弁識する能力が、これ、著しく不十分です。 これは、一しく不十分な人がこれに該当します。一印、はい、しく不十分です。だから、書くとまでは言えないけども、かなり足りてないねっていう感じですね。日本語としてはね。不十分だから。そういう人は、同じように、家庭裁判所に申し出て、請求して、えー、あのは非補佐人にしますって言って、非補佐人になるんですね。 で、じゃあ、青年非後見人と非補佐人とは何が違うかっていうと、あの、非補佐人っていうのは、あの、さっき見たように、あの、日用品の購入とか以外は全部取り消せますってなってるよね。取り消せる範囲が広いんですよ。で、えー、それがだんだん狭くなるんです。2、3、4に進むにつれて、だんだん取り消せる範囲が狭くなるんです、ね、それはどこでわかるかっていうと、13条とか見てもらうと、 えー、補佐、あ、非補佐人が次に掲げる行為をするには、その補佐人を、その補佐人の同意を得なければならない。つまり、えー、同意が必要な行為を個別に法律に書いてるんですよ。で、それに書いてなければ、まあ、同意なくていいよってことになるんですね。うん、で、どんなものがあるかっていうと、まあ、10個あるんだけど、10個まあね、今全部紹介し、えー、する必要もないので、 わかりやすいので言うと、まあ、3号とか見るとね、不動産その他、重要な財産に関する権利の特創を目的とする行為。まあ、あの、不動産とか、そういう重要な財産を売り買いしたりすることですね。そういうものは、ちゃんと補佐人の同意を受けてくださいね、と。補佐人の同意を受けなければ、取り消せますよ、ということになる。そういうふうに、まあ、あの、こう、えー、こう慎重にやんなきゃいけないことをですね、えー、列挙して、 まあそういうのを具体的に、あの、補佐人の同意が必要っていうことで、こういう能力を制限するのが補佐人です。で、4番の非補助人っていうのは、今度は15条ですかね。15条を見てもらうと、精神上の障害により自理を弁識する能力が不十分であるもの。これ、著しくが抜けてるんですね。不十分になりますよ、と。まあこの3ランクなんですよ。まずそれをざっくり理解してください。 この3ランクあって、こういう人は事前に家庭裁判所に審査してもらって、こういういざというとき取り消せるような仕組みを作った。だからこういう能力、制度っていうんですね。制度。で、えー、じゃあ、非補助人がどんな行為を取り消せるかっていうと、えー、これはですね、えっ、ー、と、17条かな。17条の、えー、1個を見ますとですね、 家庭裁判所が第15条1項本文に規定するものまたは補助人もしくは非、補助監督人の請求により、非補助、あ、非補助人が特定の法律行為をするには、その補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、その審判により、その同意を得なければならないものとすることができる行為は、13条1項に規定する行為の一部に限る。つまり、13条1項に規定する行為というのは、 非補佐人が同意が必要な行為です。で、その一部分を家庭裁判所でセレクトして、えー、あなたはこの行為をするときは同意をもらってくださいねっていう。だから、補佐人の縮小バージョンですね。明らかにね。補佐人が同意がいるって列挙されている行為10個あったけども、その中から個別に家庭裁判所が選ぶんですよ。家庭裁判所で選んで、これとこれとこれは同意をもらってくださいねと。だから明らかに3よりも、えー、取り消せる範囲は狭いですね。 そういうふうに段階踏んで保護するんだという制度が行為能力制度この。この時に制限されている能力を行為能力って言うんです。だからこの1から4の人たちは制限行為能力者って呼ばれるわけです。 今のざっくりしたことが分かれば十分です。あの、もちろんこれ5から18まで条文ね、詳しく読みたい人は後で読んでみてください。ただ、小学者ではそれいきなり全部覚えようとしてもあの、嫌いになっちゃうだけだから、今のレベルで理解しておけば僕はいいと思います。うん、で、えー、続いてですね、えー、制限行為能力の差術ってことで、これ21条にこんな条文あるんですよ。あの制限行為能力者が、 行為能力者、つまり制限がない状態ね。であることを信じさせるために、差術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。つまり、この人たちは、この人たちを守るために、この行為能力を制限してるわけで、自分たちでその、せっかく守ってもらってるルールを、自分でね、騙すんですよ、相手を。要するに、まあ、本当は、17歳の人が、いや、もう私はもう18歳だから、成人だからみたいな感じで、騙す。 そして契約すると、それも取り消せませんという。まあ、ね、信じた人かわいそうですからね。という話になるわけですね。で、これは一応判例があって、あの、そこの判例、ちょっと、これは覚えてほしい基準があるんですけども、こんな基準です。じゃあ何をもって差術に当たるか。ですが、単に制限行為能力者であることを黙秘していただけでは、これ差術に当たりません。 うん、自分が18 17歳であることを黙って契約するだけだと、これは差術には当たりません。ただ、目費が他の言動などと相まって相手方を誤信させ、または誤信を強めた場合は差術に当たります。これね、読んだとき何のこっちゃわかんない人が多いと思うんですけど、 基本的にその、差術っていうぐらいだから騙すんですよね。騙すすべと書いて差術なので、騙、まあ、ってるだけだと別にそれは積極的に自分がね、あもう成人ですよとかって言ってない場合は、それは差術には当たらないんですよ。騙ってるだけだと。でもじゃあ明確に、あもう成人なんですよって言わないと、差術とは言わないかっていうとそうじゃない。その間のグラデーションの話なんですね。騙って、はっきりと、 なんか18歳ですとは言わなくても、じゃあどんな例があるかっていうと、よく説明される例が、なんかタバコ吸ったりね。その人の目の前でタバコ吸うんですよ。ガって。タバコって二十歳じゃないと吸えないじゃないですか。じゃあ、あこの人も二十歳なんだタバコ吸ってるってことだと思うよね。で、そう、思わせるためにタバコ吸うんですね。タバコ吸って、ふーって吸って、あちょっとこの契約しませんかとかって言って。そしたら、あタバコ吸ってるから二十歳だと思った人が契約すると。これは黙ってます。あの、ただ黙ってるだけじゃなくて、えタバコ吸うっていう、あの一つ、 実行してますよね。なんか、騙すための行為を。アクション取ってる。で、これで、向こうが勝手に、まあ、二十歳なんだって、思ったと。うん、これ積極的に二十歳ですと明言してないけども、これは差術に当たるんですね。判例の定義で言うとね。うん。まあ、こんな話です。こういうのが出たら、一応、その、ええー、それが差術かどうか判断しなきゃいけないので、ここでもさっき言ったように、これ覚えてもらう意味としては、これやっぱ書かないといけないんですよ。その前に。 タバコ吸ってるから、殺術しているから、えー、21条を使って取り消せないとかっていう書き方だとダメで、まずは殺術とは何か、えー。こういうことをまず書いた上で、本件ではタバコを吸っており、えー、っと、まあ、黙秘、ね。まあ、もちろん黙秘はあるよね。自分から17歳ですって言ってタバコ吸ったら、それはもう別に殺術じゃないですよ。17歳ですって喋ってるからね。黙秘。 年齢を黙った上でタバコ吸ってる場合は、目視した上でタバコを吸うことによって相手方は二十歳と思うことがまあ通常であると。よって、この行為によって相手方を誤信させてると言えるので、これは差別に当たる。みたいな感じですね。はい。で、次のルールが、失踪宣告。これはちょっとね、ややこしいんですが、あのまあ、面白いですね。これはややこしいけど、あの、 僕個人的には、あの、さっきの制限行為能力のセーブで面白いなと思ってて、どんな条文かっていうと、30条ですけども、あの、不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は利害関係人のせ請求により、失踪を、えー、し宣告することができるんですよ。これ失踪宣告って言ってね。で、失踪宣告があったらどうなるかっていうと、これね、ここだけ、 結論を見ると、シーソー戦国があったら、その人って、あの、死んだ扱いになります、うんあの。実際の生死確認しなくても。これ何のためにあるかっていうと、あの、本当に、行方不明とかいろんな原因で、あの、その人そのもの見つからないことあるじゃないですか。でも、死体とか見つからないんですよ。死んだこと確認できないんですよ。その人ずっと生きたままの状態にしておくっていうのが、不都合な時があるんですね。例えば、 ずっと死んだかどうか分かんないと、これね、例えばこれをすることによって何が起きるかっていうと、相続とかですよ。あの、ずっとじゃあ死んあの死が確認できないから、相続が永遠に起けないとおかしいよね。本来死んでたら相続が起きるはずなのに、相続も発生しないし、あとは生命保険とかもね。 あの、死んだらお金が降りるとかって保険やっても、死んだかどうかわかんないから、永遠にね、あの、保険も降りないとか。<laughs> あとは再婚ですね。あの、配偶者が行方不明になってると。うん。で、でも、まあもちろん配偶者って、あ死んだらね、もちろん再婚できるんだけども、えー、死んだかどう、死んだかどうかわかんなくてずっと行方不明で、だから結婚はした状態のまんまになってる。 でも、もうさすがにそれもかわいそうだから、こういう相続とか生命保険の再婚とか、死ぬことによってできるようになることもあるんですね、人が。それをいつまでもできないのが困るから、こういうルールを設けたんです。もう7年間どっか行って出てこなければ、もうそれは死んだとみなしますと。だからあ、再婚もできるし、相続も発生するし、生命保険金ももらえるよって話。で、3十条2項ね。これ7年なんだけども、これもっと短縮できる場合があります。 戦地に臨んだもの沈没した船舶の、船舶船舶か、あの中にあったものその他死亡の原因となるべき、機難に遭遇した者の,の戦士が、それぞれ戦争がやんだ後、船舶が沈没した後、その他の機難が去った後、1年間、明らかじゃない。これ1年に短くなります。だっても、これは7年生き延びれないからですよ。沈没した船に乗ってる人が、その、 沈没した船の中で、なんか海上を7年間耐えて、7年後に死ぬってことはないじゃないですか。うん。行方不明はね、7年ぐらい待つんですけど、まあ、そういうふうに特別な条件の時は、もうそんな7年も経つ前に普通はね、亡くなられてるでしょうってことで1年になります。うん、で、え、まあ、ま、三十それを踏まえた上で31条を見てもらうと、え、条1項の規定により失踪の宣告を受けた者は、同行の期間が満了した時です。 えー、まあ、7年経ってからですね、つまりね。で、その時に死んだものになる。で、ここでポイントなのは、2項に関しては、2項の規定により失踪の宣告を受けたものは、その避難が去った時です。ここだけちょっと要注意なんですよね。2項はですね、あの、その避難が去った時なんですよ。これずれるんです。失踪宣告の時と。つまり、一応、避難が去ってから1年待つんですよ。沈没が終わってから1年待つんですね。 一年後にフラット現れるかもしれないから。でも一年経って、もうその時に一年経っ,ったけども来なかったら、その時に失踪宣告するんだけども、死んだのは一年経った時点じゃなくて、沈没した時点です。つまり、これって結局二択なんですよ。沈没した船に乗ってたけども、なんとか流されて無人島とかにたどり着いて生きてましたと。だったら、 あのずっと生きてるから、それに1年があれば帰ってこれるって意味で、1年待つんですね。でも、1年経ってまった、1年経ってもやってこなかったってことは、おそらくもう、沈没した時に、無人島とかに流れ着いてないんですよ。そしたらもう、普通、その沈没した時とか、まあ、せいでその1週間後とか、まあ、わかんない。まあ、沈没した時でいいやもう、沈没した時にその日に死んでるはずなんですね。そうすると、じゃあ、死んだ時はその日になるでしょ。 一年間待ったけどね。一年間待って、あ、一年間待って初めてあの時に死んでたのかってなるから、それはその沈没した時とかに死んだことにするんです。一方で7年間は、そのさすがに7年何があるか分かんないから。だから7年の時に死んだことになるんです。満了した時だから、これ。これがね、微妙に違うだけ。1個は満了した時です。2個は、その期間、期難が去った、例えば、時。 今、沈没の例を挙げたけど、例えば戦争ね。戦争の場所に行ってた人が、戦争が終わってから1年、待ってなか帰ってこなかったら死んだことになるんだけども、じゃあこれ戦争の時は、避難が去っただから、戦争がやんだ時なんですね。1年間戦争があると、だった時に、それ、前半で死んだのか、後半で死んだのか分かんないんですよ。ただ、1年間待ってこなかったら、その戦争の期間中の、どっかでは死んでるだろうなっていう話なんですね。 で、そうすると、まだ、前半で死んあ、ごめん、後半で死んでた時に、戦争のね、前半で死んだことにすると、その人を、あの、死んだ扱いでちょっと生きたってことになっちゃうから、それおかしいから、それは一番後ろを取るんですね。戦争があった一番後ろのここを取ると、少なくとも、この時までのどっかには死んでたでしょってことにしとくっていう話です。これ、相続がいつ起きるかって、あ、ごめん、死んだ日がいつかって、相続がいつ起きるかによって、あの、権利関係バラバラですからね。うん。 あの、それはめっちゃ大事です。これ、相続やればわかりますけども、あの、家族関係がね、あの複雑になればなるほど、あの、人が死んだ日付によって、相続でいくらもらえるか変わりますので。だから、あの、死んだとする日をいつにするか結構大事な話なんですよね。だからちゃんと厳密に決めてるわけです、ルールを。まあ、そんなもんだと思ってください。 で、これ、もし生きてたらどうするんですかって、それは生きてたら失踪選告の取り消しという制度があります。それは安心してください。死んだ人は、あの生か、生き返るというか、し、あとから分かれば、あの、生きたことにできます。はい。じゃあね、えっ、ー、と、ちょっと大事なところを、あの、過去問で見てみたいと思います。まず、平成30年、司法試験第1問。えー、退治に関する赤のまでの記述のうち、判例の趣旨に対し正しいものを選べということです。あ、 胎児を受贈、えー、者として、死因蔵をすることができないと。つまり、胎児まだ生まれてない人に贈与の権利義務を与えることができるかというと、死因蔵って、例外の3つになかったよね。損害賠償か、えっ、ー、と、相続か、遺贈です。死因蔵医と遺贈は別です。まあ、詳しくはその時に、ね、そのカテゴリーでやりますが、これは、あは、できないのは、だから丸なんですね。 新造はまだ生まれてないので、えー、原則通りできません。い、胎児を獣医者として依存することはできない。これ遺贈はできるんでしたね。はい、は生まれたものと見なすからできるので、これは罰になりますね。う、胎児の父は、えー、胎児の母の了承を得ても、胎児を認知することはできない。これやってないですね。やってないんで、今解説しておくと、民法の 783条を6本お持ちの方見てください。783条。書いとこうか。783条の1個かな。それ見たらわかります。783条を見るとですね、えー、父は体内にある子でも認知することができるてはっきり書いてるんですよ。で、父、これ、 認知って何かっていうと、あの、子供って、まあ、お母さんは確定なんですよね。実際にこう妊娠しているから。だけども、お父さんって分かんない時があるんですね。これ誰の子供なんだみたいな、ドラマみたいな話ね。その時に、私の子ですっていうのが認知なんですけども、それは、体内にいる時も認知できるっていうふうに、えー、条文が書き書いてますから、これは、あの、罰になりますね。できないだからね。これ、権利利益というか、お父さんが自分の子だっていうふうに言ってるだけなんで、 まあ、それも783条のまんまです、うんまあ。詳しいことはこれも家族法でやります。え、大事の母は胎児を代理して認知起の体を提起す,することはできない。これ、さっきやったよね。あの、代理できないんですよ。うん。あの、生まれてないと。それ、停止行為説ですね。停止条件説か。停止条件説。だから、あの、これは、あの、罰です。ああ、これ丸かあ。できないは正しいから丸だね。うん。 代理できない。退治に関しては代理ができないんです。それが停止条件説の判例の見解ですね。はい、で、お、退治の時に不法行為を受けた者は、えー、出生、出生前に、これもそうですね。その父母が退治を代理して加害者とした、えー、和解に拘束され、これも一緒ね。代理できないから、代理してもダメなんですよ。だから、えー、別に和解、 の内容に高速、つまり代理の、えー、代理したお父さんお母さんの、えー、その、代理の内容と、内容に従わなくてはいけないかっていうと、従う必要はありませんから、罰です。となると、正しいものは後 A なので、2番ですね。こんな感じでね、あの、さっきの退治のところは担当までで出ることがあるので、この程度の判断ができる程度には理解しておくと、まあ、司法資源的にはもう OK です。 で、次に、平成21年の過去問ですね。こちらはですね。こういう能力に関するね、もので楽しいものを選べということで、まずですね、負担のない贈与をする旨の申し込みを受けた未成年者が、法定代理りの同意内でした承諾は取り消すことができない。これは、丸です。はい。未成年なんだけども、負担のない贈与負担のない贈与っていうのは、その贈与する代わりに何かしてんね、みたいなことが何もなくて、ただただもらうだけ。の贈与は、これは、同意不要でしたね。さっき条文見たまんまでしたね。 気になる方はさっきの条文を、あの、また確認しておいてください。で、2番。えー、未成年者が法定代理人から、これまでやってなかったね。営業の許可を受けた後、法定代理人の同意を得ないで、当該営業に関しない行為をした場合は、その行為は取り消すことができないっていうのはですね。えー、条文どこに書いてるかっていうと、6条です。一種または数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、 定年者と同一の効力を有する。あ、同一の行為能力を有する。だから、お父さんお母さんがなんか営業、家業をやってる時に、子供に手伝ってもらう時があるとするでしょそしたら、その、この、あんたこの営業してねって言って、営業としてなんか活動を許されて、それでやった法律行為は、まあ、有効になるんですよ。だからこれは取り消すことができないなので、えー、っと。 あと。あ、そうそう。で、そう。で、なんだけども、ここですね。営業にこれ、監視内か。監視内だと罰ですね。うん。はうん。監するだったらあれなんだけど、監視内だから、うん。監視内行為は、その、許された、許可された営業に関する行為は、もちろん取り消せないんだけども、許可した以上はね。でも、監視内って書いてあるから、やっぱ取り消せますね。だから罰ですね。はい。え続いてですね。え三、ー、3条。え成、ー、青年、 公権人がした行為であっても、日用品の購入は取り消すことができない。これ日用品の購入を取り消すことができないのは丸でしたね。これさっき見た条文に書いてたので、これ丸ですね。4番。非補佐人が補佐人の同意を得ることを要する行為を、その同意を得ないでした場合には、補佐人は、その追認をすることはできるが、その行為を取り消すことはできないと。 追認っていうのは、ま、あの、有効と扱うね。あその取り消し、あ取り消さずにそれ認めますよっていうのが追認なんだけども、取り消すことはできないっておかしいよね。だって、同意を得ることを要する行為を同意を得ないでしたんだから、これ取り消せるわけですから、えっ、ー、と、当然、これツですね。取り消せるんですね。え五5番。 えー、貢献開始の審判は本人が請求することはできないが、補佐開始の審判は本人も請求することができると。うん。つまり、これ、事前に誰かが請求しないと、あの、その貢献人とかの指定がされないんだよね。じゃ誰がその請求できるかってことなんだけども、これ5条かなえ、違うわ。えっ、ー、と、7条か。7条を見てもらうと、精神上の障害により事情を弁識する能力を欠く状況にあるものについては、家庭裁判所は本人、 配偶者なんちゃらかんちゃらの請求って書いてるね。だから本人も請求できます。自分で自分を補佐人にしてくださ、あ,あの、貢献人なんですって裁判所に言うことができますから、これま、えー、できないのが罰ですね。できるので。だから正しいもの2個は1と3になります。でこんな風に、あの、担当問題、 ね、あの、意識高い方で担当問題今から過去問解いていきますよっていう人は、あの、条文と照らし合わせたりして、まあもちろん解説ついてると思うんで、普通会話ね、その解説見て、また条文とか見て、どう,いう,ふうに一個一個勉強してください。あ、こういう条文あるんだと。それが一番おすすめですね。あの、条文の勉強したいときに、こういう問題を使わずに、いきなり条文を一個一個読んでいくともうわけわかんなくなっても、しかも、その中に別に覚え、出ないよっていうの、ものもあるんですよ。千、千以上あるからね。 そういうのも見極め難しいから、逆に過去問で出題されているものって、絶対に出る可能性があることは保証されているわけですよ。出る可能性がないものが過去に出ているてそれ矛盾なので、絶対出る可能性があるジャンルだから、そこだけうまく勉強するために、もしよかったら過去問、えー、使って勉強してみてください。はい。では、今日は最終テーマですね。法人って話をします。 これ難しいんですが、えー、自然人と比べて難しいですが、法人っていうのは会社とか、まあ、学校とかのことなんですね。団体、人の団体ですね。えー、法人っていうのは法令の規定に従い、閉館その他の基本約款で定められた目的の範囲内において権威を有し義務を負うってことなんで、逆に言うとですね、これ目的の範囲外に関しては、えー、権利義務を負えません。 この法人って何の目的もなく作るわけないでしょ。何の目的もない会社なんか存在しなくて、こういうことをやりたいから法人を設立しますっていう目的があるんですよ。その目的の範囲内の行為について権利能力が与えられるんで、それ以外については犬とかと一緒です。権利能力がありません。まずこれ基本なんで覚えてください。目的の範囲外に関しては権利能力がないからやったとしても無効です。 じゃあ、目的の範囲ってどうやって判断するかっていうと、これは覚えておいていただきたい基準になってくるわけですね。えー、これ、営利法人と非営利法人で違います。営利法人だと、目的の範囲は、定款に明示された目的自体に限定されず、その目的を遂行する、遂行する上で、直接または間接に必要な行為を含む。そして、必要か否かは、 行為の客観的な性質に即し、抽象的に判断されなければならない。まあ、ね、覚えたくないような文なんだけど、これはしょうがないです。これはもうさ、あの、判例が言ったこれで覚えるのが、まあ、基本なので、あの、基本的にはこれで覚えてください。なるべくね。なるべくこのまま覚えた方がいいです。これに関しては。まあ、もちろんね、あの、多少アレンジがあっても、そんなに点数変わらない。 かなって気もしますけども、まあじゃあどこまで変えていいのかって問題もあるので、それ自分で判断するの難しいと思うんで、まあ基本的にはそのまま覚えるのが一番無難です。うん、で、えー、これ、例えばなんですけど、定款っていうのはその会社作るときに使うあ、作るルールブックみたいなものです。この会社はこういう、あの、ことをしますよっていう、事前に決めとくものがあって、例えば何でもいいんですけども、うん、なんかあるかな、そう、任天堂とかだったら、 多分、ゲームとかを販売する会社だよね。ゲームとか遊び道具とかね。うん。それはニンとかがさ、食品とか普通売らないじゃないですか。だから任天堂っていうのは基本的には、ゲームとかそういうものを販売するのが目的なんだろうなって相当つくじゃないですか。じゃあ、仮に任天堂がゲーム以外のものを販売した時に、それは有効か無効かってなるわけですね。で、定款の目的に限定するんだったら、それ無効になるんですよ。任天堂が定款に書いてない商品販売したら、それ買った人は、 あとから任天堂に、いや、あれ、任天堂売る権利ないわ、つって、無効になるっていうわけわかんないことが起きるから、困るでしょで。僕らそんな会社の定観いちいち見ないから。だから、あの、めっちゃ広く考えます。うん。限定したら困るから。めっちゃ広く考える。で、つまり、目的を遂行する上で、直接また間接に必要なものを含みます。例えばね、あの、宣伝広告とかこれだよね。 別に直接宣伝広告を目的にしている。宣伝広告するだけの目的の会社って、その、あの、電通とか除いて、そんなの普通ないから、それは自分の商品を売るために宣伝広告するわけだから、それは間接じゃないですか、言ってみれば。間接的に売るために宣伝する。そういうのも含むんですね。で、しかももっと広く含む感じなんですよね。例えば、ゲームを作る以外の商品を売る場合でも、それが例えばそれを売ったお金をゲームを作るために資金にするんだったら、ゲームを作る目的につながるよね。だから本当に広く取るんですよ。 白く取ルで、必要か否かは行為の客観的な性質に即し、も抽象的に判断するってことで、これ、抽象的っていう言葉は、いわば、広く認定できるときに使う技なんですね。具体的だったら、この目的が、これ、その行為をしました。じゃあ、具体的にそれが目的とどう関連しているのか、具体的に説明できなければいけないんだけども、抽象的はほんわり、ほんわりです。 なんか、これやったら会社人気出るから、人気出たらいっぱい商品売れるじゃんみたいな、抽象的でしょそれでも OK ってこと。まあ、本当そういうもんだと思ってください。だから、もう、対外 OK です。営利法人の場合大概、OK、対外 OK。一方で、そうじゃないのが非営利法人だと思ってください。で、非営利法人は個別の事情に即して目的の範囲を判断するぐらいでいいです。まあ、にじゃに出ません、非営利法人なんて。でも、非営利法人は営利法人よりも狭いんだ程度で覚えてください。 で次、えー、法人の不法行為能力ですね。えー、これ、一般法人法78条、民法じゃないんですが、一般法人法っていうのがあって、えー、一般社団法人は、えー、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて、第三者に加えた損害を賠償する責任を負う、えー。これはですね、えー、まあ、なんか法人があって、その法人の代表者が、えー、他人に責任を負わせたときに、その法人の代表者、 だけでなくて、法人自体も、えー、その相手にお金を払わなきゃいけないよっていうルールです。あの、だからといって20ドルできるわけじゃないですよ。1000万の損害を被った時に、その1000万円を代表者に請求してもいいし、法人の方に請求してもいいんですよ。何の意味があるかっていうと、代表者のお金と法人のお金って別なんですね。うん。代表者個人のポケットマネーと法人のマネーって絶対別じゃないですか。 だから、そのマネーがある方に請求すればいいので、二つ請求できればその分お得なんですね。だから、両方とも請求できるようになってます。うん、で、これは、えー、っと、一応まあこれもほとんど覚えなくていいぐらい細かい話なんですが、代表機関、つまり代表者のことです、これ。会社だったら社長。はい、代表機関の不法行為は、えー、法人の不法行為としての側面と、えー、理事個人の、まあ理事代表者ね、理事個人の不法行為としての側面を合わせ持つんですね。つまり、 この78条という法人の不法行為であると同時に、それは個人の不法行為でもあると。というの法人実在説って言うんだけども、まあ別に言葉知らなくていいですよ。法人と不法行為。あ法人と理事両方が実在して、両方が不法行為を、えー、やったことになると。で、両者の責任は不審生連帯債務って言って、どっちに請求してもいいよってことです。その程度、あの、あんま難しい言葉ここ覚えなくていいです。こんなに、あの、出ないジャンルなんであの。法人時代は。うん。で、 次に大事なのが、この職務を行うについてって書いてますが、それ何のこっちゃっていうと、職務を行うについてとは、行為の外形上、その職務行為に属するものと認められる場合を言います。だから、実際の職務行為じゃなくてもいいんですよ。外形上、職務行為であれば、職務行為に見える、見える状況であれば、それは職務行為として扱います。うん、外形標準説なんて言い方もするんですが、外形で判断するんですね。で、 えー、っていうのも、その相手に損害を与える職務なんて存在しないでしょそんな会社ないでしょじゃあ、<laughs> 相手に損害を与える職務なんか存在しないんだから、相手に損害を与える行為も職務行為と言えない場合だってあるわけですよ。そ、そんなんでいちいち職務行為じゃないって言ったら、何のためにさ、78条とかあるんだってことになるから、あくまで外形上職務と言えるような状況ですね。 な、何々会社のものですとかって名乗って、え、それで実際はその会社と関係なくね、上司の、上司とかから全然指示されてないのに独断でやりました。それ職務行為じゃないです、なんだけども、でもその会社の制服とか着てたりとか、あ、この人この会社の人なんだって思う外形的な部分があれば、え、それも職務行為として扱いますよっていうことです。職務を行いについてに該当するんですね。これに該当しないと、損害賠償責任会社を負いませんからね、会社法人はね。ここついてって書いてあるからね、ここね。 これはそうだよね。だって会社の一員が全くのプライベートで交通事故を起こしても、それは会社さすがにそれは責任を負わなくていいよね。うん。それは当たり前。あの、なんか業務と関係がある行為についてだけ会社とか法人が責任を負うんだけども、それは外形上その職務行為と思われる行為については負いますよと。 で、ただし、相手方がですね、その職務行為に属さないことを知っていたか、なんかそういう制服着てるけども、この人なんか無断でやってんな、とか分かってるんだったら、それはさすがに、えっ、ー、と、責任を負いません。または知らないことについて重過質がある場合は、法人は責任を負わないという判例があります。細かいですけどね。一応、ただ、ここはね、あの、この理屈って、この、ここの78条以外でも使ったりするんで、これは覚えておいていいと思いますね。 で、次にですね、権利能力なき社団ですね。これ何かっていうと、あの、法人って、えー、ここに書いてあるようにですね、あの、書いてないか。まあ、ここか。まあ、その法令の規定に社会とかってあって、ちゃんと法律で定められた手続きに乗っ取って作るんですよ。法人ってね。会社設立とかって、あの、まあ、登記とかするんですね。こういう会社作りましたって登記する。なんだけども、そういうことしないと、法人と認められないんですね。人がいくら集まってようが。 なんで、そういう、人はちゃんと集まってるんだけども、そういう法人の手続きをしてないような団体のことを、権利能力なき遮断って言います。ね。権利能力ってもう、今の皆さんならわかるよね。うん。つまり、えー、権利義務の主体になれない。法、つまり自然人と法人しかなれないんですよ。で、人の集まりは法人、法人の登録をすれば法人なんだけども、その登録をし,しなければ、人が集まってても、その人個人は、 OK ですよ。もちろん人個人なんだけども、法人というくくりで権利能力を持つことはできないから、そういうのを人が集まってるから遮断なんだけども、権利能力ね、ないということで、権利能力なき遮断って言います。で、これがいろんな問題があって、結局、正式的にはこれ法人じゃないことは間違いないんですよ。人が集まってても登録してないからね。だけども、でもそれって、 状況によっては法人と同じように扱わないとちょっとまずいなっていう時があるんですね。そういう時に権利能力なき遮断っていう概念を使ってその間を作るんですよ。法人がちゃんとある、まあ、法人ですね。それと全くないただのバラバラな人たちの集まりっていうのとその間を作ってちょっと調整するのが権利能力なき遮断っていう概念です。うん。これ組合って書いてるのは何かっていうと、その 人が集まってるっていう概念の中に組合っていうのも実はあるんだけども、これはまたあの、民法2の方では取り扱うので、今はわかんなくていいです。組合っていうのが実はあるんですよね。それとも、それも人の扱いだけども、それともまたちょっと違うよってことです。はい。で、まあ、今日は残り時間的にはこの9ページで終わりになっちゃうんだけども、まあ、これだけ説明して終わりたいと思いますね。じゃあ、権利能力なき遮断って何なのどういう条件を満たせば権利能力なき遮断と言えるかの条件これはね、まあ、一応暗記項目にはなってきます。 こういうことです。権利能力なき遮断というためには、団体としての組織を備え、多数決の原理が行われ、構成員の変更にもかかわらず、団体そのものが存続し、その組織によって、代表の方法、総会の運営、財産の管理、その他、団体としての主要な点が確定していなければならないっていうふうになってて、つまり、法人格がないような人の集まりに、ちょっと、 法人っぽい扱いを特別にしてあげましょう。そういう条件を、えーまあ、そういうふうな扱いをするためには、権利能力なき遮団っていう、えー、条件を満たす必要があるんですね。うん、でそれは、この法人登録しないけども、この法人に近いような、こういうルールで運営されている団体は、が特別に法人に近い扱いしますよってことで、この条件です。 つまり、人が団体としての組織を備え、人がたくさん集まっていると。その中で多数決の原理、何か決めるときは多数決で決めてますと。そして、構成員が変わっても、その団体はちゃんと存続してますと。で、その組織によって、誰が代表するか、総会って言ってその大事なことを決めるね、会をやってるかどうか。 財産の管理とかちゃんとできているかどうか、そういう団体としての主要な点が確定している場合は、その人の集まりを特別に法人に近いような扱いをしますということです。で、法人に近い扱いになると、どういうことになるか、それ10ページになるから、これは次回やりますね。で、あとはこの定義に当てはまらなければそれにならないので、例えばね、あの、まあ、ま、 サークルとかがこれになることが結構多いんですよね。サークルってそうじゃないですか。別に、あのー、代表者がいるでしょ、サークルって。で、ね、あの、メンバー卒業して入学してって、こうメンバーコロコロ変わるけども、えー、まあ一応サークルは続くじゃないですか。で、まあ基本的に、まあ、あの、財産の管理もちゃんとしてるから、サークルとかこれに当たることが多いですね。まあ当たらない例としては、例えばね、多分だけども、例えば、えー、アイドルグループの乃木坂46とかあるじゃないですか。あれは構成員変わるよね。 卒業したり、新入生来たりとか。でも、僕、野木坂46が、なんかそれ独自に、なんか多数決の原理で総会やったりしてるの想像できないでしょ。あれはこれに当たらないんですよ。だから、こういうのにちゃんとある団体があった時に、この定義に当てはまるのかどうかを、ちゃんとどういう団体かの性質を見て判断してって、これは当たりますねってなったら、次の10ページに進んでいくので、10ページは次回、また話したいと思います。それでは今日の、今日の講義は以上になります。お疲れ様でした。